荒尾市長市玉名市,玉,名市玉東町、南関町、名古見町、山賀市菊池市、甲子市、大津町、菊陽町、阿蘇市、南小国町、小国町、山山村高森町、西原、村南阿蘇村、熊本市上天草市、山草市、霊北町、宇都市、浮城市、三里町、三船町、鹿島町、益城町、交差町,町,町、大和町、八大市、氷川町、水俣市、足北町、つなぎ町、人吉市,市、相良村、五木村、熊村、 西木町、田良木町、湯の前町、水上村、山江村、朝霧町、熊本県の自治体。本校では、熊本県の歴史を概説する。九州の中央部に位置する熊本県は、古代の、越江の国が、前後2分された、西の東側、旧国名のいわゆる被護国が占めた領域と、ほぼ一致する。これは、近世江戸時代の幕藩体世期において、 熊郡の一部などが別藩の領土とされるなど、また逆に、日後国天草郡に属していた長島が現在では、鹿児島県に編入されているなどの一部例外はあるが、府県政志向によって置かれた九州各県の内宮崎県とともに、伝統的な国政をほぼ維持した例にあたる。熊本県の風土的特色は、菊池川。 白川流域を中心とし、阿蘇山を含む、県北部域、人吉盆地を主軸にした熊川、流域、天草諸島の3つの地域に対別することができる。この区分はそれぞれ熊本藩、人吉藩、天領天草という爆藩体制下の3つの区域と対応しており、それぞれ個別の特色を持つ。熊本県の歴史をかいつまむと、多くの遺跡や古墳に見られる。 豊かな自然環境とそれを一変させる、火山活動、律令成果から、武士の没工。南北朝を経て、国州割拠そして加藤清正の入部、細川忠都の入部を経て、幕末の動乱から、西南戦争、戦後の郊外問題までが大まかな流れとなる。そして全体を通して、大和朝廷の成立後、周辺の位置にあった。 被護国そして熊本県の歴史は常に中央政権からの影響を受けつつ綴られた。大観法から望む阿蘇山とカルデラ。日本の旧石器時代遺跡のうち約1、3にあたる100カ所以上が熊本県で発見されている。しかし発掘調査は数カ所でしか行われていない。多くは阿蘇外林山一帯や熊地方に位置するが、 水俣市の石飛文分遺跡や天草下島のうちの原遺跡なども発掘され、その分布は喧嘩全域に及ぶ。最も古いものは熊本市平山町の石の本遺跡から出土した石器類であり、炭素 C14 測定から3万年以上前のものと推測されている。出土数は4000点に上り、安山岩の破片から作られた。 小刀類や極部魔製石符も見つかっている。これらや九州が比較的自然環境に恵まれた土地であったことから古代熊本は豊かな狩猟採集社会生活の舞台だったと推測される。しかしながら九州は多くの火山噴火がもたらす環境の激変に何度も襲われた土地でもあった。阿蘇山、アイラ山、機械カ,カルデラの爆発は火山媒地層を 複数形成し、特に石器時代中期に見られる、アイラティエの火山培層の上下に見られる、出土品の比較や石飛文分遺跡の同層上部から見つかった、採石器や土器の破片などの分析を通じて、火山活動が及ぼした環境や、社会生活への影響が研究されている。その一方で、当時の火砕流から形成されたアソ溶岩は、 後に良質かつ豊富な石材となって、日後の石膏を支えた。続く、縄文時代、熊本県下で発見された早期の遺構は、爪型分土器が発掘された人吉市の白鳥平、ら、B 遺跡などわずかな例しかない。これは、約6200年前の機械カルデラ爆発によって、九州全土が壊滅的な打撃を受けたためと考えられている。しかし、 縄文中期には、下町式群城南町の五両貝塚、赤奥黒橋貝塚が見られ、後期になると、東日本や朝鮮半島との共通点も見られる、土器文化が発展した。熊本平野で発見された約13カ所の貝塚は、そのほとんどが、後期にあたり、現在の海抜5メートルあたりに位置している。宇都市の祖畑貝塚からは、どんぐり貯蔵の痕跡も見られ、 また出土した蘇畑式土器は同系のものが沖縄諸島や朝鮮半島からも発見されている。城南町の赤黄貝塚と黒橋貝塚から見つかった板穂垣聖海面や赤式土器は佐賀県越田家の国曜石と共に韓国風山市東山道貝塚からも出土している。逆に天草市の大谷遺跡からは朝鮮半島の形式である。 石生結合釣り針が見つかっている。土器や生活様式はその後も進歩を見せ、独自の黒色魔剣土器が発達した。また、熊本市の上の原遺跡からは、縦穴式住居の遺構から単化した米と大麦が発見された。当時、大部分が海であった熊本平野が、解体現象や河川堆積物によって埋まり、採取のみに頼った。 食料確保から原始的な畑作への転換が始まっていたことを示している。このような濃厚の痕跡はこの他にも数箇所から見つかっている。さらに、城南部遺跡からは土偶や魔性石器の石頭などの特殊遺物が数多く出土している。県下の縄文時代遺跡は約770箇所を数える。これらの生活遺構は、弥生期になると場所を変え。 海岸線から離れた大地上に観光集落を形成するようになった。亀や壺、石符など典型的な弥生時代遺物が発見される遺跡はやがて熊本平野全域に及び広い範囲で稲作が行われたことを示している。一方、沿岸部にも同時代の小規模な貝塚が発見されている。 浮城市三住町の文蔵貝塚では焼いた小さな巻貝の殻が多数見つかった。これは本田原を焼く声援法の名残であり、万葉集で歌われたしお焼きが行われていた証拠とされる。さらに時代が下ると、阿蘇山黒川流域や熊本平野の白川域及び菊池川流域からも製鉄の遺構が発見された。矢尻屋、槍んな 農具であるスキクワサキや、鎌、鉄符、またはぎれと考えられる三角形や棒状などの、てっぺんなども見つかっている。双子塚遺跡からはロア島を中心に、焦土ブロックや木炭、熱を受けサビが付着した大石など、製鉄の痕跡が出土している。また、青銅器も熊本市の特王遺跡や四水町の子が、原遺跡から出土した銅鏡などがある。 弥生時代遺跡数約740は日本国内の13%を占める。初期の大和王県は地方行政区画として県を設置した。日本初期、筑後国風土器には後の熊本県域に3つの県の記載がある。熊県はその名称が現在も引き継がれ、阿蘇県は阿蘇地方に対応する。八代県は現在の宇都地方を含むより広い領域を 含んでいたと考えられる。緑川と氷川に挟まれた宇都半島基部では、塚原古墳群に代表される120前後の前方後円墳が発掘されているが、この中の一つ、向井野田古墳には30代と推定される未婚女性が埋葬されていた。江田船山古墳宇都半島基部の遺跡は、装飾文様が施された国越古墳や、 氷川流域の丘陵部に形成された、野津古墳群などに代表され、この地域は、家訓発祥の地とされている。家訓は地域を代表する豪族であり、古事記では、カムヤイミミの命の光栄として、日本書紀や、非全国風土記では、熊祖討伐を果たした、慶光天皇一行が不思議な日に誘われていたった地で、土蜘蛛退治に活躍した者の子孫として記されている。 そして、この古事から、各国の名称が生まれたとされる。江田船山古墳から出土した、大東名文から、家訓など火の国の豪族はすでに、近畿の王とも、ののべしと関係を持っていたことが、明らかになっている。豪族の一つ武部君は、その名が、大和朝廷から軍事的部民として、名を貸しされた一族で、現在は、熊本市黒神 古街本町に相当する中世までの地名、竹部、竹部、竹部あたりを本拠としていたと思われる。菊池川流域で発掘される古墳群は、少々時代が下り、龍王山古墳、山下古墳、陰塚古墳が知られ、これらは、日置部君一族の地とみなされる。阿蘇一宮町にある中通り古墳は、阿蘇君の築造とされる。 これらの墳墓から発掘される会話などは、当時の豪族が盛んな交易を行っていたことを示している。さらに、阿蘇溶血業海岸から作られた船型石棺が、瀬戸内海沿岸や近畿地方の古墳にも用いられていることから、この交易は相当広範囲にわたる規模のもので、豪族たちの県政を支えていたと推測される。県全体で確認された古墳は、 約1300ほどを数え、これは国内の24%に当たる。祝いの乱以後、九州への支配体制を強化した大和朝廷は、当地の軍事力の再編成や三宅の設置など、支配力を強化した。この一連の中で、火の国には、大友氏の部民が多く配された。これらは、万葉州巻後、和名類受賞、東大寺出土木館などの記述から見出せる。 日本初期にある日の国のカスカベミヤ家は、九州中南部の豪族反乱へ睨みを聞かす、朝廷の出先機関という性格を有し、軍事的かつ経済的拠点としても機能した。随所の中に、阿蘇山噴火を記した下りがある。これは、県随史が行われた、水古天皇期に伝えられた情報と考えられており、日の国が、 大和朝廷にとって重要な拠点の一つだったことを示す傍傷にもなっている。両政国、被護国が司書に初めて記されたのは、日本初期時童10年4月墓術期にある白月の絵の戦いで捕虜となり33年ぶりに帰国した兵士、被護国河合氏軍人の身部諸石について記述した箇所に見られる。朝廷は、帰国した。 彼と家族のロークに対し水田や物品を与え、また、税の免除などを持って報いたとある。歴史講演として復元された菊池城日本書記の次に編纂された俗日本記文部2年5月25日城に菊池城つくろ市の剣を載せている。これは、当、白木連合軍来航に備え、太財府を防衛する大野城、黄城と同時期に、 現在の山賀市に建設されたものである。ただし、菊池城は、武器や、兵糧の供給、または、先森が控える支援基地としての性格が強かった。律令制においては、肥後国にも国府が置かれ、その場所は、和明類受賞には、益城軍イロハーザ類賞には、秋田郡、鎌倉時代の、十悪田では、益城、秋田郡の二つが併記されている。 一方で地名としての国府は拓馬郡にあり、日本霊域法記念館頃の説話には拓馬国分寺という記述がある。発掘が行われたところ、熊本市国府から9世紀中頃の遺構が発見されたが、これには洪水による破壊の痕跡が見られた。この発見から当初は拓馬にあった国府が水害を被り、ましき、 秋田のいずれかに移転したものと考えられている。ただし、これを裏付ける遺跡や遺物の発見には、未だ至っていない。一方で、官職、日後守るは、開封層に、御印紙秋縁を乗せた、作者、聖五意下田、日後守道公主名に見られる。道公主名は663年に、北陸の道君一族に生まれ、白木大使や畜後守るを経て県任 日後守るに就任した。俗日本記には、首名の系譜や、生涯などと優れた業績を記録した、卒伝があり、治水管外のためのため池、味精池を築いた事例などが載せられている。俗日本記では通常、卒伝は、僧侶を除き立量簡易性5位以下のものは、記録しないが、性5位の同行種名だけは、生前の電気に当たる。 卒伝が詳細に記録されている。これは、首名の地方行政が、律令下の反たるものであったことに加え、天智天皇と、道君一族の腰道君イスラット売りの間に生まれた、四季の王子が、公認天皇の父であり、俗日本紀編三期の天皇と血縁にあったことも、影響していると考えられる。日後の国史には、この道坊主名の他に、木懐い、 藤原康政らも不妊し、平安時代の国師、清原元助と肥後の女歌人、日垣オとの交流については、様々な説話が残されている。アスカ時代から導入された律令の徴用のうち、肥後から収められる特徴的な品目に、マユメント絹織物があった。これは、和名類受賞及び、俗に本期中に、更新される数量の多さと共に記されている。また、 紫草も多く蜜木のぼされ、これらは、平城系跡や大財府から出土した木管にある、記述に裏付けられている。この他にも、朝廷の正月設置営業のための、原あかぎなど海産物の献上記録などが、残されている。被護国の納税能力は高く、公認識に記録された、水庫等数では、九州総計四百五十九万束のうち百二十三万束を、 被護国が占めている。そのため、公営多勢導入において、被護国は、延暦14年には、国東級区分が、上国から、大国へと昇格され、その中心を担う一国に据えられた。これら租税徴収及び軍事など地方行政を、遂行するため、被護国にも上理性が敷かれ、軍家や駅路、車地が整備された。ただし、記録に残る、 上里性の区域は、一部アソカルデラ内を除き、菊池川流域及び、熊本平野に集中し、この地形に配列された掘立柱が、特徴的に見られる、群外以もそれらの中心を占める形で、発掘されている。道は、筑紫国から下り、熊本平野を南北に貫いて馬屋である、益城駅に続く。 現在の熊本市北部には、真夢に輸送の中継点であった、回顧用駅が設置された。肥後国はまた、朝廷や駅場、天馬に用いられる馬を供給する、巻を担い、演儀式には二重木と、並長巻、さらに、日本三大実録には、大屋巻が記録されている。また、山賀市に残る昔話に、大田畑を誇る舞原長者がやはり、 大地主のダノ元長者と宝比べを行い、金銀財宝を積み上げた前原長者に対しりいりしい、四足らと美しい四女らを並べた、ダノ元長者にミニ州が軍配をあげる話がある。このダノ元長者は数百頭の牛馬を持ち、感動への駅馬供給を担った実力者であったと、推測されている。神後慶雲元年、日後国足北軍から白い亀が、朝廷に献上された。 三年後にも、同じ例があるが、こちらは歴史に大きく関与した。神保慶運四年八月に、足北軍と増城軍の二箇所から白亀が、献上されたが、同月は、聖徳天皇が没した月と重なり、天示系の公認天皇が即位した時でもあった。大隋を示す亀の出現を受けて十月に元号が、放棄に改められ、県政を誇った道教は出墜した。 この二度目の白亀建上は、俗日本記によると国史である、日後守、大友少キリツが言った。法規三年にはまたも、白亀を建上した、日後国は、随称を示すことで、天武系から天示系への転換を後押しし、そこには、大友氏の関与があったものと推測されている。ただし、 藤原多熱具暗殺計画に関与したとして、大友や貨もの一族が処罰されると、肥後国氏の系列に、大友の名は見られなくなり、藤原氏系列がその職を得ることとなった。平安時代後期、日本各地で武士が勃興し勢力を確立してゆく。これは、肥後国においても、同様に見られ、有力な武士団が形成された。しかし、いずれも肥後一国を支配下に置く。 一国統領に至ったものは生まれず、これは豊臣秀吉の登場を待たなければならなかった。日語を代表する武士団は菊池、阿蘇の領主であり、緑川流域の木原氏や諸島部の天草氏人吉や熊川流域に呼んどころした関東下光景の相柄氏、戦国時代に名を馳せた熊部氏なども知られている。日語に限らず、九州の武士は、 俯瞰すなわち太財府に所属する士官を源流とするものが多く、都イの入校時に戦いに当たった諸子の記録に名が見られる。菊池氏は、その初代、菊池則隆が、都イの入校において、太財言の措置、藤原高家への配下で活躍した藤原系の老党、正則を父に持つとされる。当時、九州の有力豪族は権威を、 小拡大するために太宰府との接触を持ったが、菊池氏もこの例に即していた。ただし、太宰省に、津島守に任命された正則に対し、典高やその子、正隆は、軍事家系列の、被護国住人ともされていたことから、両者には、必ずしも血筋のつながりあったとは限らず、本来は、主従関係にあったともする考えもある。もう一つ、 中世比後の有力武士団となる阿蘇氏は、得意な性質を持っていた。阿蘇氏は、阿蘇国像の系列を称し、また古代の日山の神と地域の農業神を集合した、阿蘇神社の神官を接収する豪族であった。法圓年間には、阿蘇山麓に開発した伝寺を、中野院右大臣家を、両家、安楽久臣を本家とする荘園として寄進し、 開発領主から本所へと地位を固めた。さらに県軍者、交差者、軍裏者を参加とし、白川、緑川流域にあたる肥後国中央部を勢力下に置いた。阿蘇神社は肥後国一部となり、宮の造営などの経費は一国平均の役で賄われるなど、権威を拡大した。これらの権勢を背景に、阿蘇氏は武士団を形成した。それは、 宝園三年の資料に所見される、宇治を門見、千賀、新館の長が武士団の長を兼ねる際に用いる、大宮寺を称したことを始まりとしている。なお、阿蘇氏は、名の通り、阿蘇を羊とするものの、前世紀は、阿蘇の南外林山、現在の山和町にあったとされる、浜の館時代であった。当時は、阿蘇よりも、矢部の方が、生産性が高く地の利が良かったようで、 岩尾城、真名富士城、別名矢部城など、要害の地に立つ堅牢な山城を築城して、勢力を誇った。平安時代後期には、地方で勃興する、武士勢力による、小規模な争いが見られた。またそこに、白川城皇に始まる陰性を背景とした、国士支配が絡まり、複雑な模様を呈した。日後に限らず、九州では、鎮前総追武士を称した。 源のためともが乱暴を重ねたという記述を、方言物語に見ることができ、各所に伝承が残っている。下町気郡富合町にある、木原さんは別名を、岩海山というが、これは道山に取り出を置いた、鎮勢八郎の弓の腕前を恐れ狩りがこの山を、避けて飛んだという逸話を由来としている。しかし、高野さん文書にある旧愛二年の訴状によると、 当地で反対性の騒乱を起こしたのは、地方武士、木原博美であったとされ、源のためともがこの山にこもった証拠はない。この訴状には他にも、現在の上増し軍交差町に呼んどころした、菊池主系の田口恒信、行基親子が国画を襲撃した事件を載せているが、この舞台となった山手村にも、鎮税八郎が部位を示すため白い旗を立てたという、伝説があり、 現在では、白旗という地名になっている。このように、九州一円に残る鎮西八郎伝説は、当時多くの地方武士勢力が、局地的騒乱を起こし、これらが、源のためともの諸行に集約され、残されたと考えられている。方言の乱以降、平の清盛が、太宰大二に就任すると、被護国を含む九州には、 平家の影響力が強く及び始めた。陰性権力と結び、横領荘園の領家や預かり所職を一族で締め、また受領として国家の行政権を掌握した。この動きに、地方の武士団は、平家の軍門に配るか、もしくは犯行を試みるかの二者択一を迫られた。当時の菊池氏統領、竜忠氏が選んだのは、後者の道だった。自称四年。 菊池隆氏家は大宮寺、阿蘇岩宮木原二郎正美など肥後の有力武将と組み立ち上がった。この鎮税反乱は、玉葉では、畜紫の反乱と、終結した年号から、要和の内乱とも呼ばれる。数万の兵をもって一時は、太宰府にまで攻め入った、肥後勢ではあったが、平家側の働きかけにより朝廷は、原田種直に反乱分子を意味する、鎮税の属。 菊池隆氏自家追悼の戦時を下し、平沢義を追悼しとして、九州に派遣した。押され始めた日後一党は本拠を攻め込まれ、要は2年4月には降伏、日後の武士団は、平家法に組み込まれた。あず鏡、平家物語、源平清水期また、歴代鎮税要略では、この、鎮税反乱は木工と同年図で挙変した。 源の頼朝に呼応したものとされるが、実態は異なり地方勢力の反乱であった。それどころか、樹永2年に安徳天皇を報じて、九州に落ち延びた平家に従った、菊池隆氏家を、鎌倉幕府は平家に組みした、長本の輩からと断じた。ただし、菊池氏は、鎌倉時代も御家人として存続した点から、鎮前反乱が、 現氏法にも考慮された可能性は否定できない。また、当時すでに、熊地方のたらぎ僧によった相良氏も、平家法として活動したが、幕府成立後に謝意を示して許されたとされる。しかし、これは逆に罰を受けて、士族本拠の東都海国相良僧を追放された、結果との説もある。阿蘇氏、木原氏という有力武士団を配下に反乱を起こした。 菊池隆氏家は、当時、一国統領に、最も近い位置にいたが、結果、要和の内乱は、中央の武家権力による、肥後支配を呼び込む役割を担ってしまった。また、熊一軍を範囲としていた、熊僧が、平家木官領とみなされて、鎌倉幕府によって解体され、その一部であった、人吉僧は後に、相良氏に与えられることになった。 熊本県やその近郊には、平家の落ち人伝説が残る。その場所としては、八代市泉町五家荘、隣接する宮崎県椎葉村などが知られている。文事の直挙によって、守護、地頭が設置されると、平家法にあった、肥後国では、東国武士が多く僧地頭の職を占めた。長本の矢からとされた菊池氏は、後鳥羽上皇の院前に始まる上級の乱に、 菊池隆義が、上皇方に加わったこともあり、所領を没収されたが、多くの非語在庫武士は掃除党の、ところを耐えるに服す掃除党に組み込まれた。熊本市北部にあった有名な荘園、カノコ偽装は、訴状資料として作成された、カノコ偽装上場事書きで主張された、開発領主の権限の強さを示す事例で知られていた。しかし、 後にこの訴状で開発領主とされたシャミコトブキミョウが実際には需要であったことが判明し開発領主の権限、職権留保、条文寄進には疑問が呈されている。また実際に安泰を目指し領地を寄進した地方武士が引き換えに得た大官職をやがて失ったり、または訴訟で破れ喪失する例などもあった。猛古襲来へ言葉より、 文英の役において奮戦する、竹崎末永文英5年と8年に就航を迫る、元の使者を追い返した幕府は、来航を覚悟し、多くの武士を博多に集結させた。文英11年10月19日、津島、壱岐などを経由した猛古軍の船が、博多湾に押し寄せ、いわゆる原稿は始まった。この役には、菊池、拓馬、 相良氏など日後の武士も多く派生参じた。集団戦で優位に立ち、太財府に近い水城まで戦線を進めた、猛古軍だったが、一旦軍船に退却したところ暴風が、遅い多くが難破してしまい、元軍は敗退した。しかし再重ね必死と睨んだ幕府は、九州を破る例を発した。それまでは御家人のみを対象としていた原則を、拡大し、 本所一園地の住人すなわち日ご家人までにも幕府は出陣を求め、軍港には恩賞で報いると告知した。また、先手を打つ高来への遠征計画を練り、兵力の中心を守護に命じた。このうち、日ご北部の武士名簿を綴った、報告書の一部は、後に理面を用いて、箱崎八万宮御神宝記が作られたため、その内容を今日も知ることができる。 ここに見られる武士の中には、伊勢にし向きのように、掃除等の応暴のため領地を失った者もいた。駒遠征は、博多湾岸の石築寺設営に注力するため、取りやめられたが、召集された兵力は、警備に向けられ、肥後武士たちも生の松原に詰めた。公安4年6月3日、猛古軍は再び、博多湾に来襲したが警備の武士と、石築寺に阻まれ一旦退却。 江南の軍と合流し7月27日に、高島沖に到着したが、今度は台風に当たり難安波船が続出した。武士団は、残軍に相当をかけ、肥後武士も奮闘した。この二度の戦役で戦った肥後武士の一人、竹崎末永は、後に戦役の模様などを伝える、猛虎襲来へ言葉を編纂した。菊池氏の初流とされる竹崎氏は、 とい服装竹崎にいました国御家人であった。その中で末永は、訴訟に敗れ一族からも孤立していた。そのような時に起こった、文営の役は彼にとって、潜在一遇の後期であり、わずか五期を引き連れて参戦した。死を恐れず、挑み一番賭けの甲を挙げたが、中心に漏れ温賞に預かれなかった。翌年彼はバグなどを売り払って、旅費を苦面し、 中間二人だけを伴って鎌倉まで赴もむいて、賢治二年恩賞奉行の足立安森に越見し、訴え出た。安森は功を認め、末永に東海座との自動職を与えた。公安の役でも活躍を見せた、竹崎末永は、後に、東海合経営に手腕を発揮した。これは、沖文、海東解舎邸地上上時の内容や、下月騒動で滅ぼした、恩人。 足立ちやを忍び発案した、ともされる、猛虎襲来絵言葉作成に、十分な財力を得ていたところからも推測される。訴え出た、竹崎末永は、最終的に恩賞を得たが、彼のように武功をあげながら何ら報奨を受けられなかった者は多く、ご家人の貧窮化が進んだ。さらに還元四年試験に就任した、北条時よりは、幕府権力の掌握と、 藩法上市勢力の排除を強め、現行という外観も利用し、法上一門による、先制体制を固めた。被護国に与えた影響も大きく、公安特性で、ことの是正を試みた、足立安森が排された、下月総領以後の守護職は特捜、または、法上氏族が独占し、一国平均の役で課される、税の徴収など本来国士が持つ権限も守護が、 担うようになった。特捜領とされた荘園も多く、菊池宗や熊本平野の各荘園、八代や熊群及び天草、還元二年に、相原氏から奪った、人吉宗北方など、肥後国内全域に及んだ。所領を奪われたり、安堵、自立を脅かされるなど矛盾を含んだ政治は、多くの不満不平を生じ、反体制勢力である悪党の発生につながってゆく。 英雄七年は、仏教で言う末法の元年とされ、救済を求める、宗教運動は、肥後でも見られた。最初の例は、英邦元年に建立された、現在の三船町にある玉虫の女宝行刀であり、著名なものは、旧安元年の元、山賀士本堂寺にある活石性教術がある。これらの背景には、肥後武士団木工による騒乱があったものと、推測される。 法年に始まり、主上救済を掲げた、浄土宗の日後伝派は、安定2年、白川沿いの王城院で開かれた弁阿の別次念仏に始まるとされる。同年宇都最高院でも念仏を修した弁阿は、鎌倉時代に浄土宗が日後国で広く浸透する短所を開いた。多く混流された、浄土宗阿弥陀道の中でも、人吉、熊地方に名札が多く残っている。 これは、鎌倉初期以降、相良氏が同地を支配し、それが、明治まで一貫して続いたことが大きい。湯の前町にある、熊本県下最古の建造物である白泉寺や、たらぎ町の正蓮寺は、その代表であり、仏教建築や阿弥陀三尊像、法華行を収めた、同性教術などが伝わっている。菊池武時。菊池要塞作、全県古実より、 五代醐天皇の討幕運動に抗応し、森吉親王が発した、北条高時討伐の領事は、九州の各武士団にも届いた。現行三、小教二年所等、当時の菊池師頭領、無事は、筑後の小二定業、文後の大友貞宗と共に、鎮税短大を攻撃する密約を交わし、その準備にかかった。しかし、この計画は、 丹大の北条秀時に漏れ、秀時は彼らに、博多への出頭を命じた。同年3月12日、菊池武時は、阿蘇これなおらを従い向かったが、丹大から地産を責められた。計画漏洩を察した、無事は、決起を働きかけたが、小に、大友漁師はこれを拒絶した。3月13日早朝、菊池武史時、阿蘇これなおらは、 決意を固めて税150基で短大の館に攻め込んだ。しかし、小に、大友漁師は裏切って、短大側につき、激戦となる。菊池勢は、無事以下ことごとく内ち死にする中、着難、菊池武重は過労死て日後へ逃れることができた。1978年、福岡市地下鉄工事の際、博多区議四町東町寺前からおよそ110の、 頭蓋骨が発見された。分析の結果14世紀のものとみられ、博多合戦で破れさらし首にされた、菊池一党の武士のものとみなされている。北条秀時は、肥後国守護の北条高生に、菊池、阿蘇氏の討伐を命じた。菊高生らが率いる討伐軍に、本拠地を攻め込まれた領主は、 現在の五ヶ瀬町にあったと推測される日向国安、岡城に逃げ込むも攻め入られ、倉岡山に逃れた一部を除き多くが討ち死にした。この一連の事件によって、菊池氏は、章に、大友領氏に対し、拭いがたいほど、深い恨みを持つこととなった。このように九州での倒幕運動は一度は、失敗に返したが、中央では、足利高氏が、鎌倉でも、 新田吉貞が反旗を翻した。小に大友領主も倒幕に転じ、鎮税短大を攻め落とした。こうして、鎌倉幕府は倒壊し、沖から京都へ戻った、五代醐天皇のもと、九行や楠の木正茂ら武士が保湿した、天皇新政が始まった。新政府は、政権交代の論国において、肥後武士を高く評価した。菊池氏嫡男、武重は、 肥後守るの官職を得、竹俊、竹重武竹清吉ら兄弟も養殖を授けられ検証された。阿蘇氏もまた、北条氏に奪われていた大宮寺任命権を感謝会法令によって取り戻し、勢力の回復につながった。これらは、多くの老党が無念の死を遂げた肥後武士団の留院を下げ、彼らをして、後に南朝一辺党と言われるほどの宮形系統に、 借り立てる動機となった。天皇新政下の政策は、拙速な改革や朝礼誤会恩賞の不公平や、新課税など多くの問題をはらんだもので、親政権は、急速にその支持を失っていった。剣務2年、足利高氏は、鎌倉で阪神政に乗り出し、五代醐天皇は、新田義貞を討伐に差し向けた。天皇に禁じしていた、 菊池武重武吉兄弟は、菊池千本槍を携え、またあそこれ時、これなお親子も共に、新田軍に加わって、箱根、竹の下の戦いに参戦した。この時、あそ親子に向けた、後代醐天皇臨時が、あそ家文書として現存している。しかし、新田方は敗れ、京都までの退却をも追われた。菊池武重は、伝軍として、 足利忠義を知りける活躍を見せ、剣武三年、延元元年には、京都、大渡橋の戦いでも、高氏軍を迎撃した。その後武重は、比叡山に逃れた、後醍醐天皇に突き従い、そのまま軟禁された。足利高氏は、京都で、北畠秋家に敗北し、体制立て直しのために、九州へ逃れた。この際、九州の有力武士団に、 軍勢最速上を送り、武家政権復活に期待を寄せる将により久さはこれに従った。しかし、菊池、阿蘇氏は南朝への義理に服した。竹茂不在を守る菊池竹俊や阿蘇を見やさ、これなおと、これ茂兄弟は軍を率いて北上し、優勢な戦力を背景に、多た浜の戦いに臨んだがこれに敗れ、高氏の再決起をミスミス許した。 県務三年四月三日、九州北部に一式の竜寺を、南部に畠山直昭を置き、将に頼り久や大友氏康やらを率いて高氏は大戦団で京へ出発した。その途上を迎え撃つ天皇方を港川の戦いで撃破し、敗れた楠木正重と共に菊池武義は切腹して果てた。この後、高氏とこれを避けて、 吉野に逃れた五代醐天皇による南北の両党が撤立する南北朝時代が始まった。足利高氏ら本勢力が九州を離れると、肥後武士団は抵抗を強めた。高氏出発直後の4月13日の安楽寺や16日の鳥栖原で戦い、今川女児が高氏方として肥後国国府に入ると唐川で合戦を挑んだ。兵状態を脱し、 菊池武重が肥後に戻ると、兼務4年に挙兵。阿蘇これ時の娘婿、阿蘇これ住や八代で、自当職についていた縄氏とも協調し、犬塚源で、一式寄り行きを破るなどの行動を見せた。その行動において、南朝一辺倒とも評される、肥後武士ではあったが、実態は、必ずしも一枚岩ではなかった。この時期は、 所領を着難に一括相続させる慣習が広まり、一見遺産の分散を防ぐ。この方法は、反面一族内の争いを強めてしまった。阿蘇氏は、一族が南北朝に割れたが、これなおの四五大宮司に復帰していた。阿蘇これ時は、中立の態度を貫くことで一族の分裂を防いだ。菊池氏も同じ問題を抱えていたが、 菊池武重は氏族をまとめる理念を外部に求め、総統州の総大地を清盛寺に招いて、菊池家権を作った。延元3年7月25日の日付が記された、この家訓には、欠板が押され、日本最初の欠板起承文とされる。これによると、重要な政治的決断は、総領が下すが、制度は、 より衆と呼ばれる一族の集団が決定するとある。しかし、翌年武重は亡くなり、後を継いだ弟の菊池武氏は任に耐えられずほどなく、引退。さらには本郷北朝方の講師ゆきに占領されてしまった。これは、阿蘇これずみの協力を得た諸子の菊池武光が、奪還したが、菊池氏の勢力は、衰退を見せていた。 この状況にさらに混沌をもたらす二つの存在が、日後国に向かっていた。和留とめは、南朝の清々大将軍、金長新郎であった。新郎は、伊予、薩摩を経て、上和四年、昭平三年日後のうとに着いた。迎えた総領を継いだ、菊池武光を伴い、阿蘇これずみの所領を通過して、菊池氏のワイフ山に入った。そして二人目は、足利忠冬。 足利カ氏の書ウながら、父に疎まれる、叔父足利忠義の養子になっていた。こう、モロ死体兄弟と対立していた忠義は、昭和五年、昭平四年、忠冬を、中国短大に任命し、中国地方に影響力を及ぼそうとした。しかし、諸直は、配下に、忠義を攻めさせた。この時、タダを助けたのが、彦武ブ川尻和都だった。 川尻氏は、源の孔明の孫、佐明を源流とし、秋田南郷川尻にあった、国外役人の系統にある、清和元生の一族とされる。鎌倉時代中期には、川尻康明が、寒岩議員を招いて、大事事を解散にし、朝廷や北条氏との関係を設けて、勢力を伸ばした。肥後国の中では北朝に属していた。川尻和都氏に招かれ、 日後に入った、足利忠冬は、幕府の脅しを借りて、九州の武士団に指揮下に集結する呼びかけを行い、また所領安堵などを与えた。その一方で、日後の短大方に組みする勢力を攻略し、官能元年だ財布に入った。足利忠氏や高茂直ならは、忠冬と罰令を発した。そして、菊池には、南朝の亀長新郎がいました。こうして、 元号でも、将兵官能、上亜の三つが並ぶ、非五番、官能の上乱を特色づける三勢力の、定律状態に突入した。官能二年二月、河野瑠奈を、死体が、権力闘争に敗れ殺されると、足利忠義は権力を掌握し、忠冬方は勢いを得た。忠冬は、鎮西短大に、川尻和都氏は、非五国守護に就任した。 一式氏は、宮方と一時協定を結び、菊池武光らは、筑後に進んで忠冬方と激しく戦った。しかし同年将兵一頭がなり、翌年に、忠義が殺害されると、同様に勢いを失墜した、足利忠冬は、九州から逃れ、三つどもへの状態は終わった。忠冬逃亡によって、再び南北朝退治の状態に戻った九州では、 短大方大佐殿の方の内紛を尻目に宮方は勢いを強めていた。金長親王の意向に加え、合戦を指揮した菊池武光のカリスマ性もあり、日後は再び南朝一辺倒となった。文那二年、昌平八年筑前に攻め入った宮方は、官能の上乱で一式ただ主史軍を破り、翌々年には博多を攻略した。一式の隆二。 ただし、親子は、九州を脱した。こうなると、小西や大友氏など、九州短大の一式氏と対立していた。九州五派は、宮方と手を結ぶ必要がなくなり、再び対立するようになった。遠分三年、昌平十三年大友氏寺は拒兵し、小により久も高応して、菊池氏本郷を目指した。菊池岳光は五条、頼光などを集めて北上し、 よりひさも、りゅうぞうじゅうし、ふかほりし、まつうらとうなどと結集しこれを迎え、翌年両軍は、筑後川の戦いで激突した。7月19日に始まった戦闘は、8月6日、宮形の野州で決した。双方かなりの痛手を負ったが、小2軍は敗退して、以後衰退し、菊池氏は、博多合戦の恨みを晴らした。公安元年、昌平16年。 亀長親王は、宇都到着から18年を経て、太財府に入り、政政府を置いて、北部九州を掌握した。その政治機構は、父、章により久に背いて、南朝方についていた、章により住みを筆頭とする12人の、府官によってなったが、実際は、非語守護となった、菊池武光ら菊池一族が握った。この頃には、 中央での南朝勢力は衰えていたため、清政府は幕府から独立した軍事政権の様相を帯びた。これは民や高麗との国交において顕著で、貿易権の掌握や和光取締りを求める民からの施設が清政府に赴いたところや、民が了解、すなわち金長新の王を日本政君に作法したところからも伺える。当然の成り行きながら、 足利幕府は、政政府を認めず、日後守護に、大友支持を認じ、そして後任に、阿蘇惚れずみを押すなど、南朝方の内部画界を格索するなどの行動を、とっていた。そして、王安三年、建徳元年幕府は、実行的な手を打ち、今川定世を、九州短大に任命し、中国地方の武士団を引き連れ、九州で、かつての北朝勢力をも改従して、 太財府に攻め込んだ。大友氏や松浦党などを配下に収めた、佐田代の多方面からの攻撃を受けた金永親、金長新王菊池竹光らの正政府は、王安五年、文中元年落ちた。この後二年間は、筑後川流域を戦場に争ったが、竹光そして菊池竹政が亡くなり、宮方は日後まで押し戻された。竹政が気づいたとも言われる本拠。 菊池城に籠もった宮形は、今川貞田代,代に完全に取り囲まれていた。さらに貞田代は、九州三人衆と呼ばれた、島津氏久、大友近代、小二富裕氏にも参戦を命じ、菊池氏の殲滅を図った。しかし、ここで不可解なことが起こる。当初消極的な態度を見せた、小二富裕氏が、島津氏久に説得されて三陣すると、 貞代は冬氏を殺害する巨に出た。宇治久は怒り、以後判定よに態度を転じた。このような混乱は、宮形でも起こっていた。金長親王は亡き武政の嫡男、菊池武友と意見が衝突し、正々将軍職を辞した。武友は、後任の吉成親王を報じて、非前に攻め込んだが敗退。日後の薄間の大水でも大敗した。 犯行を見せる島津氏を、薩摩の国人に一気を起こさせ、封じた、今川貞代,代は、菊池氏との争いに決着をつけるべく、戦力を結集した。英和四年、天寿四年、中国勢も従え熊本、藤崎に陣を構えた貞代は菊池への兵糧攻めを行った。奇襲に打って出た、菊池武友はわび、朝原の戦いに勝利するも焼け石に水。英徳元年、 高和元年には、菊池城や木野城など、菊池市勢力下の各城が落ち、武友は南へ逃れた。定世は軍を進めて、川尻、宇都を次々に占領し、明徳二年、元中八年には、縄市の八代を攻略した。そして翌年、中央で、明徳の和訳がなったことを契機に武友は降伏し、今川定世の非後制圧は完了した。 今川貞代は、菊池氏の本領を安堵し、武友を、肥後国守護大に任命するなど、九州勢力の掌握に努めたが、かえってこれは、生成不再現を狙っているのではという将軍、足利義満の剣技を生み、防衛2年貞代は罷免された。今川定世が去り渋川光頼が、九州短大に着くと、 菊池氏はまたも反逆の姿勢をあらわ,わにした。しかし、続く断続的な戦乱の中菊池氏は、だんだんと衰え、変わって、拓間光地下が勢力を伸ばした。しかしこれも、一時じきなもので、南北朝時代に名を馳せた川尻氏とともに、応英年間には目立った活躍を見せなくなった。菊池氏は一時的に勢いを取り戻す。菊池県庁は、 ヒゴ守護職に任ぜられたものの、阿蘇氏や相良氏の勢力権にまでは守護の権力を及ぼすことはできず、一国を支配するだけの権力を打ち立てられず、菊池氏の歴代守護を悩ませることになった。影響三年、菊池持友の代になると、新幕府の態度を表し、筑後、ヒゴの守護に任じられた。菊池城下は熊本に代わり守護所となった。時代のため国は、 日朝貿易に乗り出し、また城下に玉正寺や壁原寺を建立するなど、その富と徳は褒めたたえられた。しかし、ご半生には、築後守護職を大友氏に奪われて、日朝貿易が不可能となり、相良氏の八大進出にも、無策のままで終わった。これが、菊池氏衰退の始まりとされる。時代、菊池重友は、守護職も継承し、 公権力を用いた、菊池城下の整備を行い、菊池御山や城下町の形成がこの頃行われた。茂友はまた、文化人としての業績も残した。重心の熊部忠直と共に混流し、招かれた慶安玄樹が読んだ漢詩に残される講師堂。藤崎八変宮の造営。また、レンガの会も多くも用した。文明十三年八月に興業した。 バンクレンガは、後に書者されたものが伝わり、会の参加者を知ることができる。それによると、ほとんどが、日後北部のもので、菊池氏系の有力書士は加わっていない。また、半数は、菊池氏の直進の名が見られ、特に、熊部氏からは、多くの出席が見られる。この頃、菊池氏勢力下の政務は、熊部氏、赤星氏、上司が過労家として取り行い、かつて、 菊池家県で定められた合議制は影も形もなかった。茂友が亡くなった明王二年、菊池僧領は着手の運が継いだが、彼が最後の菊池本家着流となった。一方、阿蘇氏は一族分断の危機にさらされていた。阿蘇これ住は一時北朝にもついた着南これ村に大宮寺を継がせたが、弟のこれ竹はこれを不服として、 政政府に訴え出て認められ、常時6年、昭平22年代宮寺の部任を受けた。この時から、阿蘇一族は二つの系列に分かれて、対立を始めた。阿蘇これ村おもんみさとこれただは、やべに本拠を置き、九州短大や大友氏の指示を得ていたが、阿蘇神社領を廃下に置き菊池氏に支援されたこれたけ、これまさおもんみ県を抑えられなかった。 王永十一年にはおもんみが攻め入り、同族での合戦となった。この時には、幕府が仲裁に入った。その後も争いは続いたが、法徳三年一族長老らの決議により、おもんみ県の子、おもんみ祭をこれただの養子として、両党の一本化を図った。しかし、これただは実権を手放さなかったため、文明十七年おもんみ年とその子、大宮寺おもんみ家は、 相良氏の助力を受け、一方のこれただと、ここれのりは守護、菊池重友の支援を取り付けて、幕の平らで激突した。戦いは、これただと、これのり側の勝利に終わった。南北朝時代、熊地方の相良氏は、タラギの上、相良と人吉の下相良に分かれ、阿蘇氏のような対立を繰り返していた。この膠着状態に決着をつけ当地の統一を、 なしたのは、文安五年上相良を滅ぼした、相良武次だった。だがこの実態は、諸家による下国城とみなされている。長続くは死後、菊池ため国から、足北食いの領有権を獲得し、干渉四年には、縄秋忠助力の引き換えに、高田後も領地に加えた。相良氏の援助を受けやつ城に戻った、縄秋忠は、しかし、高田後を惜しみ、 文明八年薩摩の牛クソインへ出兵した相良氏の隙をついて高田豪に攻め込んだ。長続くの着手相良ため続くは天草領主を味方に引き込み不正だ。文明十四年再び秋田田が攻めると、またも天草衆と共同してため続くはこれを跳ね返すと、そのまま八代を攻撃し二年後には制圧に成功した。勢いを借りて豊福まで進出した。 だが、明王八年には、菊池農運の助力を得た和氏に敗退し、松橋八代を手放して、熊へ引き戻った。天草地方の武士団は、ほぼ、島々ごとに、軍四殺した。鎌倉時代前期には、天草氏も島西北部の菊池主家とされる、自投職式氏。 本と島の大倉主系とされる天草市、猛古襲来へ言葉に、その活躍を記された、大屋野党の大屋野氏が知られる。四季氏が、自動職を得たのは、元休二年に始まるとされ、当地では、信仰の勢力であったため、北条氏や丹大、一式氏と結ぶなど、その時々の権力者とのつながりを得て、勢力維持に努めた。天草氏は、 上平天業の乱で活躍した、大倉晴美の末裔とされ、上映2年、原田種直の女子、張馬局が本都島の自動職を継承したことに、始まる。大倉氏系とされる大矢野氏は、現行での記録以降、その活動は不明だった。室町中期には、天草地方を舞台とする騒乱が始まる。名は秋田田を挟み展開した菊池氏と相良氏の争いは、 天草諸分士を巻き入れ、菊池方として活躍した天草上島の素元氏の記録が残る。またこの頃には、天草氏の勢力が強まり、四季氏や上津浦氏を圧迫した。これは守護、菊池の王運の仲裁で一旦静まったが、戦国期には再び戦乱を起こすこととなる。日本の戦国時代は、明王の政変あるいは王人の乱を指揮とするが、非後国では、 菊池農運が死去した、永昇元年に始まるとされる。阿蘇市の内部紛争であるマカドバラの戦いに、菊池重友が介入して敗れてから、菊池市の支配域減少と指導性低下は、厳著だった。家徳を継いだ、重友の子、農運は、直進の反抗に遭い、分岐元年島原に亡命、一族は合議の末うどためみつを守護に据えた。二年後農運は、 阿蘇氏や相良氏らと連携し、天草氏らの支援も取り付けて、ワイフ奪回に成功したが、戦勝が元で翌年死去した。農運には、子がおらず、相続争いが勃発した。その後、阿蘇氏は、矢部を拠点に勢力を拡大、流勢を極めていく。農運の遺言に基づき菊池茂康の子正隆が、当主となったが、これに反発する一族は、 菊池氏に代わって、勢力をつけてきた阿蘇氏大宮氏阿蘇これ長を、後継、守護職に押した。永正3年、おもんみ町の背後から日後昇悪を格索していた、大友氏が兵を率いて、直接介入し、菊池城に入った、阿蘇これ長は大宮寺を、弟のおもんみ豊に譲り、菊池武教を名乗り当主の座についた。 正隆は逃亡したマナや島原で抵抗を続けるが3年後に、捕獲され、久米安国寺で自害した。しかし、おもんみちょを改め、菊池武教は凶慢で、家臣からの指示を受けられずわずか3年で地位を説かれた。この背景には、黒幕、大友近事の意向に沿えなかったためとの説や、大友氏が、 菊池屋の鳥と碑を支配するために重い道を使い捨てにするつもりだったとする説がある。菊池総領には、たくま氏から菊池武司法が擁立されたが、これは型ばかりのものだった。菊池氏政経断絶の際に策略を巡らした、大友近治、義明らの目的は、菊池屋の鳥と碑号支配にあった。英正17年、義明の弟、大友義武が、 菊地政を名乗り、家督を継いだ。しかし、ワイフには入らず、熊本城を本拠とした。彼を保筆したのは、カノコギ地下シイン、本郷長剣、田島茂方など、秋田、託間軍の武士だった。特に、カノコギ地下シインは、国内の紛争調停に活躍し、また、藤崎宮祭剣の創生や、レンガ市との交流など、文人武将としての能力も発揮した。 大友氏が目指す肥後支配の一環だった、菊池義武は、やがて独自色を強めていった。これは、天文2年九州北部を狙う大内義隆が、提示した畜後守護職に誘われ出兵したことで、明白となり、大友本家当主の兄、義明の激怒を買った。義明は、肥後に攻め入り、義武は、島原を経て、相良春広の下へ逃げ込んだ。義明は、 大内氏との和睦に応じた後、天文十二年には、肥後守護職につき、肥後の大方を支配した。しかし、天文十九年二月に、吉明が二回崩れの変で殺害されると、吉武は勢いを取り戻し、かつての重心や縄氏、相良氏らの協力を取り付けて、熊本に戻った。だが、これも、阿蘇氏や上司を引き入れた、義明の着師、義重に攻め込まれ、 これに講子がたく、島原へ、逃亡、再び、相良家を頼る。相良春広は、薩摩の島津忠義には僕圧戦を依頼するなどして、大友義重に、菊池義武との和をえ続けたが合意には至らず、義武は、天文23年、義重の再三の帰還の命に覚悟を決め、文語へと帰還する。しかしその道中で、大友勢に取り囲まれ、 やむなく自害して果てた。ここに、ヒゴ武士のオス、菊池氏は滅んだ。大友氏は、ヒゴ北部を掌握し、政治の実務は、旧菊池家診断に任せる政策を取った。一旦は平安を見た大友氏による支配は、ほどなく、ほころびを生じ、ヒゴは諸勢力による草刈り場の様相を停止始める。A62 年、現在の菊花町で、それぞれが、 国人として独自性を持ち出した旧菊地下神の権力争いが激化し始めた。赤星地下氏家は、合わせ勢側の戦いで、熊部地下長に敗れると、その子赤星三つる家は、大友氏を頼り、対抗して、熊部氏は、非善の竜蔵寺高信に助力を超えた。事態は、天正六年十一月、耳川の戦いでの大友総輪敗北によって、動き出した。 龍造寺氏はこれを後期と捉え難化を開始し、2年後には、日後に迫った。津賀岩木の小池親伝を下し、さらに自慢工場家主を対象とする軍は、熊部氏と共同戦線を張り、長坂城に進め赤星方の星子中塚さ連勢を攻略した。翌年には、着死、聖火を対象に据えて、再び軍を進めた。 赤星光る家は人質を出して降伏し、菊池城を退去した。その後には、熊部近下長が入り、日後北部の支配権は、大友市から、龍造寺市へ移った。一方、熊本城を守る城地下方は、龍造寺、熊部連合への対抗として、大友市ではなく薩摩の島津市と結んだ。国境を接し、永禄5年に、北原市の領地回復のために、 島津高久と名役を結んでいた相良氏であったが、翌年に、日向国の伊東氏と結び島津氏の大名尋常を落城させる。それにより、両者の関係は悪化し、高久の後を継いだ、島津義久は、永六十二年菱狩氏の援軍として、大口に一した相良勢を追い出した。島津氏はそれ以後、天正六年までに、薩摩国、大隅国、 日向国と立て続けに、統一、さらに、耳川の戦いで、大友氏を破り、北進の足場を固めていた。天正八年上司の求めに応じて、島津義久は、佐田久正、川上忠友を日越へ派遣し、熊本城を拠点に大友方につく矢崎城の中村、忠冬を攻め落とし、さらに、孔子親ためが籠もる竹砂城をも攻略した。しかし、 これら島津氏の遠征は、相良氏の領地である足北、八代を回路で越えるもので、あり、この時には本格化するには至らなかった。せずして、日後の防波堤となった相良氏であったが、九州制覇を目指す島津氏に激しく攻められることとなる。天正八年九月、島津方は、新色忠元を将に据えた軍で、水俣城を攻撃し、一年の攻防の末に落とすと、 相良義雄は、足北七浦活条を条件に和僕を結んだ。島津氏は、相良氏に、阿蘇志攻略の先方を命じ、義雄はかつて名優の間柄でもあった阿蘇方の、かよう直と、京の玄の戦いで矛を交えざるを得なくなった。この戦いで義雄は戦死する。竜造寺敗下にあった、非善の有馬晴信は、島津氏に通じた。天正十二年はめ、裏切りに、 竜造寺隆信は懲罰の兵を島原に向け、島津義久はこれを後期と捉えた。3月、大将、島津家久以下の大軍を非善に進め、竜造寺氏との決戦に臨んだ島津方は激戦の末、勝利をつかみ、碑子の派遣を主中にした。よもや、碑子武士は反抗の態度を示さず、9月8日には、島津義弘が八代に到着し、12日には、 熊本城に入った。熊部地下市安知ら日後北部の国人らも、標準の意を示す中、唯一大友氏とのつながりを持つ阿蘇氏だけが、従わなかった。しかしこれも、阿蘇方の地償会の親父家が、天正十三年七月三日に没すると島津氏は、攻撃を始め、三船の田代海村、総大夫氏など、阿蘇方勢力家の城を次々を攻め落とし、翌年には、 阿蘇本拠の矢部を落とし、肥後制圧を完全なものとした。島津市は、鹿児島、種子島に伝来した鉄砲を有力な武器として、九州各地の戦いで圧倒した。島津市は、八代を拠点に、各要所に、配下の番首を置いて、肥後支配を始めた。しかし、すでに占拠した日向国のように、自動職に家臣をつけ、その配下に、 地域の武士団を治めて、軍事組織化するには至らなかった。これは、異なる統治手法を用いようとしたのではなく、終わり国に発した、新たな時代の本流が猶予を与えなかったためである。戦国期は、天草にも訪れ、各氏族は争いを繰り返していた。この状況に一石を投じたのは、永禄三年、相本市を攻める上津浦市を支援した。 松浦隆信が導入した鉄砲隊の威力だった。天草師匠氏は、その有効性を認め、導入のためポルトガル宣教師のキリスト教不教を許した。A69 年、式鎮教は、口のつの日本不教長コスメでトーレスに、宣教師派遣を要請した。これに応え、ルイス・デアルメーダが式に赴いて、 教会堂が建設され、また洗礼を陳行に施しドンジョアンの洗礼名を与えた。この教会堂は日本布教の一大拠点となり、A61 年には日本中の宣教師が集まり会議が催され、元気元年にはトーレスの引退とフランシスコ・カブラルへの布教長引き継ぎが行われた。色紙領地の富岡港にはカブラルと共に、 グネッキソルディオルガンティノも上陸した。しかし後に、式季鎮は、貴教市キリスト教徒迫害に転じる。これは、トーレスの死や公認カブラルとの考えの食い違い、家臣と貿易船員との間に生じたトラブルも、あったが、南蛮貿易の本拠地が長崎に移ってしまったことが、決定的だった。ルイス・フロイスが表した、日本史では、鎮業の評判は、すこぶる悪い。 四季市に代わって、キリスト教を授与したのは、天草静直だった。元気二年アルメーダを招き、着南、九州以下か信羅と共に洗礼を受けた。この後数年で、下島中南部を起点に、天草諸島全域に、キリスト教が広まった。下津市による、日後制圧の際、天草地方もまたその支配下に入ったが、四季市、天草市、上津浦市、大屋野市、 相撲都市は、それぞれ独自性を維持し、国人として、名脈をつないだ。彼らを指して、天草後人衆と呼ばれる。中世後期、日本は、経済発達による交易も、盛んになり、日後にも、外国まで知られた、港湾都市が発達した。高瀬は、箱崎宮領に属し、菊池川と羽木川河口に挟まれた、交通の要所であった。 鎌倉時代には、自習の岩行寺などが建立され、民に都会する前の絶海中津も立ち寄ったという。昭和3年、広告7年には、菊池武光の弟、竹直が、安田木城を築き、以後高瀬氏を称した。高瀬氏は、岩行寺をはじめとする仏閣への軋みや町の整備、などに尽力し、富山町や職人町の形成に寄与した。日朝貿易も、 盛んに行われ、後に、高瀬川底から発見された、中国の政治類からも、その繁栄ぶりを伺うことができる。菊池農運が、宇どた光を討伐した際に、高瀬竹本が戦死すると、安田牧場は、主婦在となり、後の大友氏日越廃寺に、自治都市としての性格を強めた。足利忠冬を迎えた、川尻和都が拠点とした川尻も、また、 白川と緑川の川口域にある港湾都市として栄えた。英商十四年訪れたレンガ市の漱石は千船より川や地理は、うやなぎ影と川尻の様子を読んでいる。応英年間に川尻市の勢力が衰えると、川尻は特定の支配を受けない、航海としての性格を強めた。天文八年、菊地方と相良方が、 利害調整会談の場を川尻で設けたり、状況道中の島津家久一行が通る際に、赤線を支払わされたなどは、この、公開川尻ならではの事例とされる。宣教師アルメーダは A67 年の手紙に、川尻を指して、大なる町という記述を残している。県務の申請における論考で、自動職を得た、名は吉高が入りや厚城城を築いてから、城下町を呼び、 八代神社の門前町として八代は繁栄した。相良資料家の時代には、外交の特淵浦を起点とする貿易で八代は、栄えた。相良義茂、晴れ広氏は貿易船、一木丸を建造して主に、琉球貿易を行ったが、町衆による、中国貿易も盛んであった。これらの都市に代表される貿易がもたらした一つの、 結実は、阿蘇市本拠であった矢部町の地で発見された。1973年、県教育委員会は、熊本県立矢部高等学校敷地を調査し、建物及び庭園跡を発掘した。さらに、黄金の延べ板、白磁、青磁、染め付け、山菜、緑油等の陶磁器などが出土した。これらのほとんどは輸入品であり、この遺跡が阿蘇市本拠の 浜の館であったと同定されている。出土品21点は、日後阿蘇市浜御所跡出土品として、国の重要文化財に指定されている。日本史において一般に近世とは、織田信長の上落を起点とするが、日後では、豊臣秀吉の九州統一を始まりとしている。天正15年3月、大軍を率いた秀吉が九州に入ると、あとは、 文字通り八区の勢いで南下した。4月11日には、日五南関、16日には、熊本城、19日には、八代城、26日には、水俣城に至った。5月8日には出水で、島津義久を、ついで、島津義弘、三色忠元を降伏させるとかかとを返し、6月2日には、熊本へ舞い戻った。すると秀吉は、 日後の国人52人に、本領安度の書状を発すると同時に、笹成政に、日後一国を与えた。どうなのかには、小早川高景に、筑前、筑後、黒田義しに、武前六軍を与え、九州の国割を終えると、大阪への帰路に着いた。織田信長配下の猛将として名高かった、笹成政は秀吉に反発し、何度も反抗しては、 幸福を繰り返していた。その成政が、被護国をもらい受けたことは、意外と評されもするが、九州遠征中の五月に、被護国人、相良頼房と、大屋の種元が授かった、本領安土の衆院上には、橋場睦守により寄せしむとあり、すでに官職と、橋場性が与えられていることからも、秀吉はこの時にはすでに成政に、 日後を統治させようと予定していたと伺える。また6月2日には成政を自重に任命し、日後国人52人に与えた書状にも、領地の目録を成政から受け取るよう指示されている、ことから、秀吉は成政に期待を寄せていたとも考えられる。なお、秀吉が日後統治にあたり、一期を起こさせない、国人の所領&、 検知の3年間禁止などを厳命した五箇条の定め書きは宛名が笹倉之助となっており、その信憑性が取り沙汰されている。南地の国、非語行政に乗り出した笹成政は、領地目録を作成するため各国人に所領の検知を要求した。主院上には、本領安土には成政に従い目録を受けることが条件として記されていたが、 国人たちは、このような寄り親、寄り子体制は理解の拉違いにあり、彼らはこれを秀吉が保障した自治権の侵害と捉えた。最初に、反発の態度を示したのが、ワイフ城を拠点としていた熊部千奈だった。彼は、委員長を盾に検知を拒否し、いわゆる非後国人育機が勃発した。8月6日。 老いの笹宗義を討伐に向けたが抵抗を受け、成政は家臣に徴兵した国人集らを加えた、総勢六千の軍で、ワイフ城を攻めた。近永は、息子、山川や康の城村城に入り、ここに牢城して、日後中の国人に劇を飛ばした。これにこうしたのが、三船城の海下房、新鋭だった。赤星氏上司。 たくましら有力な国人もこれに合流し、総勢3万5千の一気軍で、熊本城に向かった。この報告を受けた、笹成政は、ワイフ城に付け城を築き、急遽熊本に戻った。成政は、坪井川で、一気軍を破ったが、ワイフでは、笹宗義が、熊辺方の内空間聖房に打ち取られた。さらに、田中城で、 和に近ざねや変春近ゆきらも900人の守兵で立ち上がった。成政の救援要請を受けた柳川の立花、宗しは2000の兵をワイフ城に差し向け、また、田中城も暗黒自衛系や鍋島らに攻め込まれた。一気の知らせを受けた秀吉は12月、隣接する諸大名に出兵を命じ、日後鎮圧と国人殲滅を指示した。大軍に囲まれた。 熊部千奈が、親康は降伏し処刑された。安国寺家刑は、和に近ざねら家臣の忠説を称えたが、秀吉は許さず、ことごとく処罰された。さらに、天正十六年には、朝野長吉をはじめとする廃家の小八人と二万人の、兵を肥後に送り、残党をしらみつぶしにし、また検知の実施など統治を行わせた。秀吉は、 一気勃発の責任を、笹成政に求め、猛将はうるう5月14日甘崎で、切腹し果てた。笹成政切腹の翌日、秀吉は、肥後を二分し、加藤清正と、小西行長に与えた。清正は、熊本城により、肥後北部19万5千石の領内に、森本和久らを配置し、より木に参じた国人、笹の急進、領内や、 炎国の老人などを召し抱えた。一方の雪長は、宇都城を拠点に、肥後南部と天草十四万五千石を領有し、直進を用地に置いた。人吉の相柄氏は、秀吉信仰寺に、島津氏に着いたが、家臣、深見高司法の懸命な交渉が功を奏し、八代や足北を失いこそしたが、人吉の本領は安堵されていた。しかし、一期の際、 秀吉の命を受けて、一騎鎮圧に出陣した、島津義弘、伊集院忠宗の軍勢を、差しで足止めするという失態を犯す。これは、笹成政が、島津軍が自身を討伐するために出陣したものと、勘違いし、その足止めを、相良家に依頼したことによる行為であった。忠宗は、石田三成、細川藤高に対し、相柄の軍勢差し止めは、 一気行動であるため、相良より房が大阪に上がった際には求断すべきで、あると訴えている。三つまり、藤高も、相良家の行為を逆進と捉え、吉弘上洛の折には、その際の事情を秀吉の耳に入れる心づもりであると、述べている。秀吉も当然ながら、これに激怒したが、深見宗方が大阪へ出向き陳謝したことで許され、相良は領地を安堵された。 国人一記の際、さざ方に加わった天草後人衆は、天正十七年に、小西幸長が命じた、宇都城武神への資本教室に反乱を起こした。最初に、式輪林戦が異議を唱えて立ち上がり、天草種本、上津浦種直大屋の種本、須本親高も同調して、一騎を起こした。幸長は三千人の兵を差し向けたが、 連合した天草後人衆は5600の兵を揃え、袋裏でこれを迎え撃破した。雪長は、加藤清正や比善の有馬、大村氏からの応援を受け方囲網を形成し攻めに、転じた。この戦いで清正は最も活躍し、雪長は、同じキリシタンの城が働き裏で投降を進めた。しかし、生き方は、本土城にこもって、徹底抗戦の態度を崩さず、 多くが戦死した。四季戦は、薩摩に逃れ、他の四氏は、最終的に降伏し、雪長の家臣団に組み込まれた。秀吉の命により、清正、雪長、相良氏ら九州の各大名が朝鮮へ出兵した隙をつき、天正を20年、島津の家臣梅北国圏と田尻田島らは、いわゆる梅北一揆を起こした。彼らは、 日後の差し気状にこもって周辺にも決起を促し、さらに八代にも兵を差し向けた。だが、土地の有力者たちは、容易には同調せず、相良氏ら鎮圧法の優勢を見極めて、反一騎側に加わり、梅北らは敗れた。名古屋で一騎の方に触れた秀吉は、朝野長政、吉永を派遣し、一騎鎮圧と地方の諸城監視を強化させた。 さらに一期集結後には、島津俊久や阿蘇恒光が背後で糸を引いたとして、断罪し、大名勢力の強化と潜在的な反乱分子抑え込みという果実を一挙に主中にした。本名寺清池病の加藤清史小蔵熊本城、慶長5年9月、全国を二分する天下分け目の戦いは、九州の大名も東西に分けた。徳川方には、 加藤清正の他黒田、鍋島、細川らが、石田方には、小西行長の他島津、大友、立花がついた。相原氏は、当初西軍に属したが、岐阜城の戦い以後東軍に倉替えした。日後では、有馬、大村氏の支援を受けた清正が、島津白に応援された、宇戸隼人が守る宇都城を攻めた。攻防戦は長引き10月まで続いたが、 石田法敗北と小西行長処刑の知らせがもたらされ、早とは会場して自決した。戦後の論功交渉で、加藤清正は、人吉、天草を除く日後一国を与えられ、熊本藩が成立した。その国高は、以前からの19万5千国と小西氏給料14万5千国の他に、 文語の一部や旧豊臣家の直轄量が加わり、54万国となった。一気に大大名の仲間入りを果たした清正は、家臣団の拡張を迫られ、小西、立花の旧家臣らを召し抱え対応した。そして、慶長年間には、修復を重ねてもいていた熊本城を含む、茶臼山一帯に、 大規模な近代以上を築く工事に着手し、土木治水の災害感なく、降り注がれた熊本城が、慶長12年に完成を見た。この際、清正は、旧来の熊本を熊本に改めているが、これは熊の字が丘に恐れるとも読めるため大名の居城として、ふさわしくないと考えたことによるとも言われる。この築城の様子を歌った教科、 熊本に石引きまはすち薄山的に、加藤の城の主かなが流行し、清正は喜んだとも言う。治水事業やそのカリスマ性から、領民からも慕われ、南蛮貿易にも、熱心だった、加藤清正は、慶長16年、二上場で、徳川家康、豊臣秀頼会見に同席した後、日越の岐路にあった戦場で死去した。着難忠広は、 当時10歳であった。江戸幕府は、東道高虎を韓国として、日後に派遣し、反省は五家老を定めて合議制とした。翌年には、忠広の相続が認められたが、この時にも幕府は、水俣、うと、やべの三上破遣を指示し、また五家老の移動を命じた。この命令では、筆頭家老の加藤美正が、格下げ、加藤馬之丞が、 筆頭剣や津代城代につき、ここに因縁が生まれた。現在四年、加藤馬之城派は、加藤美まさ正一派を、謀反の恐れありと訴え、三桜は直ちに反論を上奏した。これは、将軍、徳川秀忠の裁量事項となり、大阪夏の陣で、牛方が、豊臣方に内通した疑いや、徳川方に関するあらぬ噂を流布させたと断罪され、 見まさか一派はことごとく刑に処された。この背景には、急激に過信団を傍聴させた清正が亡くなり、もともと他方面からの寄せ集まりだった集団の結束に、ほころびが生じた結果だと申される。この事件は、牛方馬方騒動と呼ばれる。幼少ゆえ牛方馬方騒動の処罰が及ばなかった加藤忠宏は、しかし将軍家の後目争いに巻き込まれる。 寛永九年、徳川秀忠司教の際、忠長を建て祭った、家光安殺計画の解文書が、江戸表格大名家に届いた。江戸にあった、忠広着史、光弘はこれを幕府に届けず、元から忠長と親しい間柄にあった加藤氏は、初月の対象となった。日後国は没収され、忠広は海役、光弘は、廃炉に処された。日後絵は、 細川氏が転倒された。旧、小西陵の内山草は、熊本藩に含まれず、寺沢広高の非前唐津陵飛び地とされた。これには、一度は、熊本藩陵とされたが、熱心なホッ信者だった、加藤清正が、キリシタンが根付く当治を嫌い、文後鶴崎との交換を申し出て、慶長八年に認められたとも言われるが、後の研究で少なくとも、 慶長6年の段階で、熊本藩領には、天草がなく、鶴崎があること、非前唐津藩の天草支配を示す証拠が、見つかっていることから、疑問も呈されている。天正15年発布されたバテレン追放令以降も、小西幸長廃下となった、天草州によるキリスト教保護は続き、天草諸島は、キリシタンの本拠地となってゆく。大友氏の衰退に伴い、 文後にあったノビシャドやコレジオが天草に移り、河内裏にノビシャド・天草コレジオが建てられ、イエズス会の司祭や修道士たちが滞在して、不況に当たる傍ら、活版印刷機を導入し、イソップ物語や平家物語また辞典などの出版活動も行われた。文録元年には甘草四カ所にレジデンシアが、慶長四年には長崎から移されて、 セミナリオが式に、そして翌年には、天守堂が七箇所に建設された。天草諸島住民の過半は、キリスト教に帰依していた。一度は洗礼を受け、イエズス会に協力的だった、寺沢広高だが、慶長九年に転じて、弾圧側に回った。この態度は、純粋な宗教的動機ではなく、政治的な思惑によるとされる。慶長十八年幕府が、 宣教師追放令を出すと、寺沢氏は宣教師を外国に追放し、レジデンシアの取り壊しに乗り出した。キリシタンの指導者たちは、転収するまで拷問を受け、一般の信者たちも、大会から回収を迫られた。その一方で、寺沢氏は、天草に対し、強圧的な支配を下していた。非前唐津藩による、検知の結果、天草の国高は、 米の取れ高で3万7千国とされたが、これは実力が伴わない過大なものであり、背景には寺沢氏が自販を大きく見せかけたい見栄によるものと考えられる。しかし領民にはあくまで国高相当の租税が課され、ほぼ同じ状況下にあった島原領民とも搾も作に苦しめられた。島原の乱は、官営14年10月。 島原の大寒火襲撃に始まるが、ほぼ同じ時期に、大屋野でも農民が立ち上がった。彼らは、小西行長の旧進、松田義継の子、天草四郎を、ママコス商人が予言した天道と報じて放棄した。連絡を受けた唐津藩は1500の軍を送ったが、一き方はこれを破り、本土に進んだ。さらに天草支配の本拠、富岡城を取り囲んだ。 しかしなかなか落とせず、やがて、熊本藩からの討伐軍が来るという噂が流れた、ため、一行は、島原に渡った。その後、こもった、現状市で、九州諸藩軍の総攻撃にさらされ、ただ一人の内通者を除きすべて討ち死にした。白郎時貞を討ち取ったのは、熊本藩の陳さざえ門だった。乱の後、島原の松倉氏は海域、天草は、 寺沢市から、備中国なり和藩の山崎家春領地に、倉替えされた。この際、重和藩による調査では、米の国高38,732国のうち6,732国が、失われ3,302国が荒らされたとある。家春は、富岡城州地区などに乗り出したが、官営18年佐抜国丸亀藩に天保となった。以後天草は、 天領となり、大官、鈴木茂成が着任した。人吉城の石垣秀吉の九州統一の際に、相良家存族に奔走した、深見隆方は、自身の後継の武行としてのインドをよりすの、着手である、インドライアニを指名したが、一族の反対にあい、ライアニとおいである、深見頼蔵の二人を後継とした。当主の相柄頼ふさも朝鮮出兵の際に、 深見頼蔵を、軍師、インドーライ雷兄を、その補佐としたが、両者は、大変不仲であり、その影響もあってか朝鮮出兵の留守を狙い、深見一族は、騒動を起こしたり、加藤清正を、頼り佐々木に挑戦するなどしたが、ことごとく失敗し、雷倉は清正に付き従いユルさんの戦いで死去。雷兄は、相良家における地位を高めていった。衣服を確たるものにした。 インドーライアニは、関ヶ原の戦いでも徳川方との密通で活躍し、相ら家安泰に貢献したが、後に、戦王の振る舞いが目立つようになった。よりふさは、遺言に、ライアニ性罰を残し、ついだ、ライヒロは、断罪を幕府に申し出た。寛永十七年、ライニーラは、江戸に呼び出され、稲葉正都預かりとされる。 人吉に残った一族は屋敷に立てこもり反抗したが、これも鎮圧された。雷屋には、最終的に津軽へ流刑となり、その地で没した。人吉藩相良家は、江戸時代の諸藩の中では、島津氏と共に、最古から続く家系となった。国高は2万2000国とされた。近世人吉城建築は、文六年間から始まっていたが、本格的には、 慶長十二年からとされる。人吉藩では、平能分離は行われず、各村には里侍が居住していた。寛永九年、日後国に細川忠利が入った。一行は先頭に加藤清正の霊廃を掲げ、熊本城に入城すると、まず、清正工病に溶拝したという。隠居していた、先代忠興は、八代城に入った。戦国時代、 主君の死に望み家臣が追い払を切る風習があり、これは江戸時代初頭まで続いた。細川家では、官営18年3月に、藩主、細川忠敏が、正法2年うる5月には弟、立皇、同年12月には、前藩主、忠敏が、慶安2年には、藩主三直が没した。このそれぞれの際、何人もの巡視者が現れた。この時の出来事をもとに、 森鴎外は、安倍一族、沖津渡る小江門の衣装を表した。この作中、巡視した、安倍愛知エモ門子孫の悲劇を物語っているが、現在ではこれは史実に即していないとされる。一方、細川光直が没した際、着死、細川津成はまだ6歳であり、後継問題が生じた。幕府は、熊本藩に、薩摩のおさいを役割づけていたため、 幼少藩主では、心もとないと考え、国替えもしくは、宇都の細川幾高と熊本藩を二分する案も、提示された。しかし、家臣が、過去の功労を挙げ、また、三つ直の中節ふれた遺言が吉見を奏し細川家は分裂の危機を逃れた。つ成りは成長後の漢文六年、弟、年重を分家させて、肥後神殿藩を創設し、 市販としての役割を持たせた。熊本藩は、官営12年、領内全域に、手長という地方行政区域を設定し、それぞれを管轄する総省屋を置いた。この手長とは、軍と村の中間にあたる区分で、細川氏が、武前小倉藩時代から行っていた制度を適用した、ものである。総省屋には多く、王将屋や旧、菊池、 アソシカ神などが任命され、それぞれの手長には、会所と呼ばれる役所が置かれた。そこで総省屋は、年貢の請負いや、民政の運営に当たった。当初手長は領内に100所以上設定されたが、当廃合を繰り返して、上皇2年には59へ、そして後には51まで減らされ固定化した。江戸時代中期になると、手長は、 地方行政の基本単位としての性格を強め、軍単位であった大官を手長単位に置き換え、さらには大官を総省屋の権限職とするなどの改定が行われた。また、世襲制だった総省屋もやがて任命制へと変わり、転勤なども実施されるようになり、官僚的性質を帯びた。水前寺上主演。一般には水前寺公演の名で知られる。 熊本城下町は清政の時代に基本構成が出来上がった。築城に先立ち、白川と合流していた伊勢里川を分離し有明海に注ぐように付け替えた。また、つぼい川も白川とから伊勢里川へ流れ込むように変え、それぞれが熊本城の堀として機能するようにした。城の周辺には武家屋敷を置いたが、不審のために小町、新町やつぼい、 そして、京町の一部に、町人街が形成された。町六橋は、この頃初めて作られた城下で唯一白川に架かる橋であった。細川市入部後の町は発展し、整備が続いた。寛永13年には、細川忠敏によって水前寺が混流され、これは小山方向への街道に沿った茶屋として発達し、細川津成時代には、 桃山文化風の海遊式庭園、城主園が完成した。今日は3年には、城主園横に、繁栄の聖老所が建設され、この老運搬には、火星川から、豪津湖を経て川尻まで水運された。中世の阿蘇は、人気三年演技とされる、西岩尾殿寺を中心に、僧侶修行や、山伏修験の地でもあった。しかし、 戦国時代に衰退し、秀吉の九州統一の際に焼き払われた。これは清正の時代に黒川村に再興された。江戸時代には大峰修行の傍ら、阿蘇港と呼ばれる観光案内も行われた。宝歴年間頃からは温泉地としても知られるようになり、文化、文世期には杖立て温泉に油亭という温泉業者が現れ、造り酒屋なども建てられた。 方言2年に、宇野親春が発見したという説が残る山賀温泉は、すでに、和名類受賞に、山賀軍温泉郷として記述されている。日後国寺日記の舞台ともなった山賀は、江戸時代には、武善街道の宿場町として、また温泉町として発達した。細川忠都は、官営17年に、山賀御茶屋を設け、ここに、お家吉立と、 宮本武蔵を招いている。古い遺書があるという当地の民芸品山賀道路は和紙生産の高地であった。当時の山賀を背景に発達し、寛永9年将軍に献上された。また、山賀道路祭りも江戸時代に盛んになったとされる。小西司海駅の後うと城は廃城となったが、細川市時代にはうと市藩が置かれ、細川行高が初代藩主となった。 ただし城は建設されず、陣屋を拠点とした。彼は、とどろき水源の湧水を陣屋まで引き込むとどろき、泉堂を建設しているが、この費用は、祖父、細川忠興の茶入れや、掛け軸などを本藩に売却していた。八代城は一国一条例の例外として残された。これは、薩摩の抑え、そして外国仙来港に備えるためとされる。細川氏は、 正法三年、過労職の松池を上代として入れた。この細川主入部に従って、上野焼のいくつかの窯元も、日ごえ移った。このうち、忠興と共に八代入った、上野義蔵一族は、奈良木で窯を開き、万事元年には平山に場所を移した。これは、八代焼または、在所の高建長から取って、高田焼と呼ばれた。 李氏朝鮮の粉製作機の流れを組む造岩陶器を製作し、藩のご用用として保護を受けた。また、八代の特産物としては、高田みかんが以前から知られており、天正二年紀州有田の伊藤孫右衛門が八代から苗木を持ち帰りみかん栽培を導入したという説もある。高田みかんは、九州遠征時の秀吉への加藤氏時代から幕府への献上品にされた。 人吉の城下町は、青谷祖神社の門前町が中心だったが、近世人吉城が建設されてから地域が東側へ拡大して形成された。これは、慶長12年から寛永16年頃に出来上がったものとされる。人吉藩では、小生物と呼ばれる特徴的な納税制度があり、米以外に、麺、茶、漆、蝶、または、焚き木や木材、 果物など多様な品物が収められた。特に、五木地方の茶と木材は、質の高さで知られた。これらは、商品性が高く販売へ供給されたが、その商取引や運輸を扱う川船戸宮など、商人が発達したのも、人吉の特徴であった。大官、鈴木茂成は、天草の軍村行政体制を整備し、復興のために、 近隣藩からの協力を得て、移り納を進めた。しかし、寺沢氏が一度幕府に届け出た4万2000国という、数字につきまとう調税はどうともしがたく、茂成は繰り返し抜閣に、表高の半減を働きかけた。だが先例主義の幕府はなかなか承諾せず、ついに茂成は、江戸に出布して、願書を提出し、自陣した。この、 重成なりの死は幕府を動かし、万事二年の再建地によって、天草の国高は二万千国に改められた。国高の減少は、間違いないが、自陣については、病死説もある。その後、漢文四年、天草は、三河国の戸田忠政の所領とされたが、六年後に、違法される際忠政は、民衆の労苦を思い、天草を天領とすべしとの権威を提出し、認められた。 戸田氏は、富岡城の本丸、二の丸を破却し、これは、戸田の破城と呼ばれる。平地が少ない山草地方は、干拓で得た、わずかな田畑の他に、サツマイモが、食生活を支える重要な農産物であった。天草では、辛唐芋、干虫、干ぼなどと呼ばれる、サツマイモは、記録上では、天草年表時録の教法10年にある記述が、初出だが、これは、江戸。 小石川に導入された時期よりも古い。また海産物も重要な食材であった。下島最南端の牛深で盛んな岩シ料は、天正11年に、木の国から移り住んだ、岩崎六兵衛が伝えたと言われる。岩シは、食用の他、カツオ漁の餌や干し家として商品化され、地域の経済を支えた。日後54万国という国高は、 天正16年に行われた大公検知で明らかになった数字である。入部した加藤清正は、領内の治水や、神殿開発を積極的に進め、各河川の改修や井で、石の建設などを行った。白川流域の瀬田上、井で、馬場くすいて、緑川の宇野瀬関、熊川下流の春香廃石などが、清正治水の例に挙げられる。これらによって、 慶長13年の県地では、肥後国高は75万国にまで上がった。このような大規模な開発は、国人割拠の時代には、不可能であり、恩恵を受ける民衆は、過去を帰り見ることはなくなり、清正人気をさらに高めた。細川市時代になっても有明海間宅などによる、神殿開発は続いた。通順京江戸時代後期。 農村の疲弊が問題になると総省や総が救済を目的に行う灌え工事が増えた。その代表例になる通順橋は、や部て長の総省や布田康之助が立案計画し、種山石膏らが佳境して完成を見た。この橋によって、水に乏ぼしい白い都大地40町への通水が可能となった。 ヌノタはこの他にも13の石橋を建設、ため池や、用水路設置、道路整備などを進めた。この通順橋建設の手本となったオスカメタキ橋は、計画、総称や三住ミ八志8、思考、岩永三五郎によって加強された。あと、三住ミ八は、明治政府に招かれて、東京日本橋や、皇居の二重橋建設にも関与するなど、 日後の石膏技術の高さを示した。人吉盆地熊川上流には、支流まで加えると総延長数十キロメートルに及ぶ、農業用水路、百太郎港がある。この建設は16世紀末に始まるとされ、熊川に設けられた百太郎関から、たらぎ村までが作られた。以後工事が続けられて、支流の原田川までつながった水路は、流域の田畑を潤した。 何を由来に名付けられたかわからない水路は、多くの百姓が労力をかけて建設されたものである。元禄期からは、藩士、高橋正重が主導し、河野港が設けられた。これらの灌溉庫は、新たに1万国以上の神殿開発を可能にし、また、木材の運搬にも用いられた。古代から、豊かな農産地として知られ、藩による、治水灌えが、 盛んに行われた、日後も、江戸時代に起こった飢饉の影響を免れることは、できなかった。官営11年の強作、翌年の大風雨がもたらした田畑や家屋への被害に、始まった。官営の大飢饉は、高齢者や病人など弱者を中心に、多くの合死者を生んだ。これは、島原、天草の乱を引き起こした一因ともされる。官営18年は、 最悪な状況となり、害虫の発生による田畑への被害は、種もみの確保にも、支障をきたすほどで、幕府や藩は、対応に追われた。強法の大基金では、すでに強法14年頃から、干ばつや、大風などによる、収穫源は始まっており、また厄介な命中が発生し十分な駆除ができない、ままに、強法17年の長雨と冷夏を迎えてしまった。 収穫は、平年の11%ほどにしかならず、ごたけ米の居出などの支出が重なり、熊本藩の財政は悪化した。そのため藩札発行許可を、幕府から得たが、現銀の準備がないままに発行された銀札は、信用に劣り、割引率の高さや取付騒動などが起こり、早々に停止された。細川宗隆の時代、漢方2年江戸洪水があり、 西国大名の鉄代武神のために、藩の財政は悪化した。共謀年間以降、日後は、断続的な飢饉に見舞われ続けた。天明の大飢饉の頃には、村々の囲い米が底をつき、農村から都市部へ出て、小敷をして、食いつなごうとする者も,も多かった。天明3年に、日後を旅行した、古川小松県は、 捨てる農舎が熊本へ向かう道中で餓死した様などを伝え耳にしていた熊本藩の人生も巨像だったのだと記録した。この時期、幕府は浅間山噴火の被害を受けた品野川などの修復武神を熊本藩に命じており、自藩の状況に関わらず出費を強いられていた。官営3年4月昨日、二度の大地震によって島原、美山が崩落。 大量の土石流が海に注いで津波を起こし、有明海沿岸に大きな被害をもたらした。熊本藩では死者5520人、家屋流出2252棟、田畑約2252丁が損害を受けた。天草天領では死者343人、田畑の損害は約65丁に上った。熊本藩は一気が少なく、 それは強固な地方支配の傍傷とまでされていた。しかし、近年、実際には、約90件の一揆が領内で勃発し、人吉や天草を含む近世の被護国では100件を超えていたことが明らかになっている。これは、西日本では、伊予国と並んで最貧の部類に当たる。熊本藩で起こった一揆の特徴は、まず規模の小ささがあり、 300人以下の一揆が多かった。またその理由についても、租税など、不益の減免を求めるものと並び、反殺の死にオフ案に基づく都市騒動、商屋や村役人の悲免要求も多かった。ただし総唱屋排斥を掲げた一揆の記録はなく、逆に、完成元年には総唱屋転出に反対し、安倍の農民が熊本城に押しかけるという例もあった。 演技4年には7000から8000人が参加した、熊本藩最大の一揆が、足利田で起きているが、これも、堤防工事で尽力し農民に理解を示していた、軍隊稲津八重門の秘免取り消しを求めたご夫婦だった。完成年間の頃には、強作やご不信お手伝いなどの原因から、人吉藩は、財政が貧窮していた。武士の過労返上など、倹約策が続く中、 文政四年が老食に就いた、田代正則による改革を断行し、食産工業作として、カラムシチョ、シイ椎茸などの栽培と座による専売を実施した。この計画のため、椎茸を栽培する山への立ち入りが禁じられ、檻からの強作による上を山菜などでしのいでいた、農民の反発を買った。店舗十二年二月二日に始まった一期は、タケ山をぶち壊し、 9日には、総勢1万5千人の一騎宝が街中で、特権階級業者の屋敷などを襲った。これは、竹山騒動と呼ばれる。一騎側には、門用の相良左中より名がつき、農民の要求を藩に受け入れさせることで、一騎は収束した。田代正則は自ら自害に及び、相良左中は、一騎先導の権威にて切腹の命に服した。天領天草では、 銀種と呼ばれる有力者による実行支配が進んだ。商工業や貸金などで蓄財し、電磁の買い占めを行った銀種は、農民の古作、品農化を促進した。現在の逸話町にあった石本家は、薩摩の図書広里と協力して、琉球貿易を行ったり、幕府への功能が評価され、縦脇を許されるなどの権勢を誇った。基金や王将屋の不正の、 でこ騒動などによって鬱積した農民の不満は、やがて銀種に向けられ、打ち壊しや松平定信への農民化後訴えなどが生じた。これらを受け、完成5年と8年には、天草郡に百姓相続方司法が発令された。特に後者は、天下無双の特性とまで言われた、農民側に立った画期的政策だった。だが、文政9年に、 司法運用期間が切れ3年後に大強作が襲うと、銀主と司法復活を望む農民の間で対立が激化し、天保14年と高貨2年には第一期が勃発した。天保第一期では2万5千人、高貨第一期では最大1万5千人が加わった。高貨年間の一期では、幕府は強行策に出て、長崎大官や島原藩からの出兵により鎮圧。 146人の逮捕と死亡者の告問で対処した。農民に対しては、不十分ながら施行された司法が、幕末まで断続的に行われ、多少なりとも、不満を威武した。日後の方王細川茂方江戸中期の熊本犯罪制は、厳しい状態にあった。その頃にあたる演技4年、第5代藩主、細川宗隆が、江戸表で、 唐津海国相良藩の旗本、板倉勝金に殺傷された。人違いの末の事件だったが、胸高には、子がなかったため弟の細川茂方が後目を継いだ。茂方は、長い江戸藩邸での部屋積み時代に、学問に打ち込む傍ら、自販の貧窮状態を実感していた。彼は、肥後入国以後次々と法歴の改革と呼ばれる、政策を打ち出して、 藩の立て直しを行い、熊本藩中高の外、また、肥後の方王と称賛された。茂方は入国と、ほぼ同時に、猿利清家上場を示し、まず後期粛清を打ち出した。ついで、財政再建や行政、刑法改革、食産工業や藩高実習館創立など、また検知を実施資料内年具化の不公平を是正するなど、次々と手を打った。 この一連の改革において、茂方の右腕となったのは、御用人から抜擢を受けて、大武行となった、堀正る名であった。法暦の改革の中で特筆すべき一つは、日本最初の刑法典とされる、刑法総書の編纂がある。従来の追放刑を廃止して、鞭打ち、懲役刑を追加し、受刑者には、藩の公的作業を通して、技能習得をさせるなど、 生活支援も行った。食産工業では、ハゼの木や八代の干拓地で栽培されたイグサの育成、半直営で行われた木老製造がある。養蚕も奨励されたが、その結実は、完成期以降になってもたらされた。法歴4年茂方によって設立された、藩校自習館は、半生刷新を担う、半死育成にあった。 漢文年間熊本で最も盛んな学問は、陽明学だったが、幕府の方針に習い朱子学中心へと移行していた。四代藩主、細川千基は、昌平校出身の秋山玉山を、重宝し、玉山は胸高にも使え、そのまま、茂方の自習館で、初代教授職に就任した。ここは、藩主のみならず、足軽や陪身、果ては、 庶民の指定でも承認を受ければ入管できた。ここには、武芸書も併設され、生徒は、文部領土の教育を受けた。自習館とほぼ同じ法歴6年、すでに私塾を持ち、茂方を治療した、医師、村井美牧は、細川茂方の命で、医学校である、最春館を宮寺村に創設した。これは、薬園、茂る茂園を持ち、医学と共に、 薬学も研究された。ここでは、食産工業の一環として、朝鮮人参の栽培研究も行われた。文化2年、天草で大量の隠れキリシタンが発覚する事件が起きた。その2年前、今富村で牛が殺される事件があったが、これは祝日に牛を神に捧げるキリシタンの行為ではと、見なされ、極秘に調査が行われていた。この探索には、 国や基事住職の体制と今と三村昭也の上田智三郎が当たっていた。その結果、四つの村に総勢五千二百人の信者がいることが判明した。この処遇について報告を受けた幕府は稀に見る寛大な措置を取った。すでに取り調べの段階で天衆を説得し、キリスト像の破却や踏み絵、または、 改修を誓う文書の提出などが行われていたこともあって、最終的には、先祖伝来の風習を盲目的に受け継いでいただけとして誰一人処罰されなかった。この決定の背後には、友三郎の兄、上田義知の存在が影響したとされる。天草行政を委託されていた島原藩松平家は、天領で、 バテレン騒動が起きることを恐れ、以前からギチンラ商屋僧と接触を持っていた。甘草崩れ発覚において、信者説得に、ギチンラは奔走し、ことを温便に済ませた。ギチンは、甘草民衆の貧窮解消にも心を砕き、質が高い地元産の甘草石に目をつけて、陶器製造の検討にも乗り出した。かさむ、物流費から、 陶器製造は頓挫したが、甘草石そのものを砥石として販売する道筋を立てた。キッチンはまた、甘草の歴史を伝える、甘草島鏡著術や、地図編纂のために訪れた、井上忠隆から、測量術を学ぶなどの自力を残した。江戸時代を通じて、甘草は、流罪の刑事でもあった。江戸や経営、大阪などから、遠藤処分にあった罪人たちは、 各村々に割り当てられた。彼らと村人の間では、トラブルも多く生じ、天草の住人や、村役人たちは何度も、流刑地面上願いを幕府に提出したが、認められることはなかった。その一方で、天保三年に残言で罪を得た、千代人門主の大僧図、定春商人は、当地で学問を授けるなど、その高い徳から尊敬を集めた。商人は、 明治政府の特赦を得たが、天草へ泊まり、1875年に生涯を終えた。文化6年に生まれた、横井湘南は、秀才の誉れ高く、自習官僚長を経て、江戸遊学を許された。その地で、藤田東子などとの交流を持ち、水戸学の影響を大いに受けた。酒の失敗で帰国し、禁親中、彼は、勉学を通して、訓古学的趣旨学を教える。 自習官を否定する側に回り、李弘氏学派の呪者、大塚大也の影響を色濃く受け、道理の実践を重視する思想を身につけた。これには、過労の長岡忠だ弘氏らが賛同し、共に学びながら、やがて政治改革を試行する、実学党結成へと発展していった。幅広い指示を受ける、実学党は、社史排除や農村復興、 特権承認排斥などを掲げる事務策を示して反省に意見した。これには主流派であり、自習官協議を取る保守傾向を持った学校等の反発を生み、両者は長く対立することになる。高化年間に交流があった、江戸の徳川成明が撤居の処分を受けると、実学等も影響を被り、長岡正姿は、 過労職を罷免されるなど発言力を急速に失った。その後、安政年間に実学党は、是姿を中心とした明徳派と湘南中心の新民派に分裂する。党の横井湘南は、議元の開国寿司に影響され、開国と布国共兵策を報じるが、熊本藩では理解を得られず、松平春学の求めに応じて、 福井藩へ活躍の場を移した。また、熊本藩には国学を掲げる、金の音も生まれた。後本紫倉は、元りのリ長とも信仰があり、自習館の教授職時代には同館に、国学教科を加えもした。思想家、林桜園は、紫倉の弟子、長瀬正樹に学び、熊本城内の千葉城に、私塾 言動館を創立し、二千人とも言われる弟子に、国学を教えた。幕末、人吉藩は、新宮構造らが教える山賀流病法が、主流だったが、幕府の公部所で、世話役を務めていた、松本良一郎が、洋式平成を持ち込み、両者の対立が激化した。文久二年、城下の火災で、部ぐいが消失したことを機に、松本らが、 藩の武装を洋式へ切り替えるよう主張したが、藩主、相良頼元は許可しなかった。慶応元年、洋式派がカくクな頼元を廃する計画を立てて、いるとの噂が流れ、藩は山賀流派に松本らを打たせた。これは、牛年騒動と呼ばれ、洋式派に同情が寄せられた。藩は武装の再整備に一部様式を取り入れたが、慶応三年には、 時代の数世に乗りを指平成へ全面的に切り替えた。この際、人吉藩は指導を薩摩藩から受けたが、その影響によって、後部合体から倒幕への傾斜が強まっていった。源氏元年8月、幕府は九州各藩に長州への出兵を命じた。砂漠派となった熊本藩もこれに応じ、沼高げゆ率いる一番手2393人が、 国倉へ向かった。11月には有吉正元の2番手5436人、さらに、長岡森吉の3785人が続き、徳川義勝敗下に加わった。この際には、長州藩の内部分裂もあり、戦闘には至らなかった。しかし、慶応元年、長州の実権を倒幕派が握ったことなどから、幕府は再び、 長州の討伐を実行に移した。熊本藩はこれに批判的ながら、出兵に応じ、前回同様小倉に赴任した。幕府老中、小笠原小さ式の下戦闘が始まったが、多くの藩や幕府軍までもが傍観を決め込み、小倉藩は苦戦した。熊本藩は唯一救援要請に応え、赤坂方面で長州軍を退けた。しかし対局は、 長州側に負があり、将軍、徳川家持の訃報が伝わると、幕府側は敗走した。小倉藩は河原まで退却し、当時6歳の洋君豊か千代丸や、家臣の家族たちは、熊本藩が保護した。一行の熊本滞在は、半年間に及んだ。幕末の改革に向かう態度は、日後では、具体的な形になって現れることはなかった。明治3年。 藩所有の軍艦、竜城を新政府に献上するにあたり、当時の藩主、細川義久には、当藩は、医師にへの貢献が何もないと語っている。これは、司法ゆえに、中央の情報から隔絶されていたわけでは、決してない。大塩平八郎の乱の詳細が船津村、地蔵校長に記載され、ペリー雷港を描いた黒船の絵が、小国町役場文書から見つかっているほどである。 幕府が命じた総集警備では、熊本藩士が、現在の横浜市本木や相模で任に当たっている。このような施錠が、背景にあったのか、安政5年8月上旬に現れた彗星に、日後の民衆は、社会の激変を予感していた。しかし、熊本藩は、諸島が議論を戦わせるばかりで、反論の一致を見なかった。とば、伏見の戦い直前は、 砂漠派が主流だったが、徳川義信が敗走し、追悼令が下されると、金納側の意見が強まった。しかし、大政奉還がなり、明治時代に入っても藩内は議論ばかりで行動が、伴わず、細川森久は嘆いたという。慶応四年、明治元年になって、やっと、 米田虎之介率いる500の兵が出兵して、東北戦争に参戦し、維新側教授の態度を示した。明治2年には、森久の弟、津軽継明が、無雇養子として、藩主を務める津軽藩を支援するため、アメリカ合衆国の船ハーマン号を雇い350人の兵を送り出したが、暴走半島沖で座礁し200人以上が溺死する、事件も起こった。 明治新政府は人材を各藩にも求め、熊本藩からも、細川森久が、議定権刑法事務総督、弟の森吉が参与、江戸留守役の津田信弘が、刑法事務係、その他刑法係に、複数の藩士が任命された。これら刑法分野への多さは、法暦の改革以後運用されていた、刑法総書が評価されたためである。一方で、横井昌南の飯田氏に、 熊本藩は難色を示したとも言う。この情勢の中、反論も変わらざるを得ず、それまで発言力がなきに等しかった、金納党も存在感を増し、鶴崎に金納党の川上玄斎を隊長とした、長州の騎兵隊のような性格を持つ軍隊を組織した。小説家の徳富六川、作品、竹崎純子の中で、登場人物に、日後の維新は、 明治3年に来ましたと語らせている。幕末の動乱や強作にさらされる、熊本の民衆にとって、ご一心と呼ぶにふさわしい変革は、明治3年を待たなければならなかった。明治2年の反席奉還後、熊本藩も、藩政と火星の区別や、過信団の改祖などを行ったが、人事的には旧体を引き継ぎ、あまり積極的な改革を施さなかった。 この上位派を抱え込んだままの熊本藩に新政府は、不信感を募り、政府に属する細川森久良は、対応を迫られ、市藩主を務める兄、吉国へ改革の必要性を説いた。また、同時期、実学党も行動を起こし、大久保利道や岩倉智美らとの接触をもって、改革の必要性を実感していた。この二つの動きは示し合わせたものではなかったが、 目的が一致した両者は共同補聴を取る。明治3年3月26日、細川義久には病気を理由に隠居を決め、5月8日に森久が藩主の座に就いた。森久は実学党と共に、竹崎律次郎や徳富和隆が起草した改革に着手した。7月17日、改革考領に則り、錠米など雑税を廃止する。 支持布告が出され、同時に民衆に対して過去の知性を遺憾とする声明を発表した。この、異性者として極めて珍しい反省の弁とともに、実行された減税は、当時の農民に課せられる、不役の3分の1に匹敵した。また、常備兵や高場の廃止も実施され、これらは、庶民層から厚い指示を受けた。また、新たに、 熊本洋学校と古城医学校を現在の熊本県立第一高等学校がある場所に設立した。洋学校はアメリカ退役軍人のリロイランシングジェーンズを迎え明治4年9月1日に開校した。そこでの授業はすべて英語で、旧正中学校程度の文学や歴史地理、数学、物理科学などをジェーンズ一人が講義した。同校は、 男女共学の善良性であり、学校教育にとどまらず、近代的な文化や生活様式を熊本に広める意味でも大きく役割を果たした。ただ、これら新設された学校は、以前から存在していた自習館や最終館の系譜を継がず、完全に別なものとして創立された。このような形態は、囲碁憲政を握った政党によって繰り返されることになる。 また、この洋学校はプロテスタント派キリスト教集団である、熊本バンド結成の母体ともなった。学校の教師館は、コロニア様式で建設された、熊本発の洋風建築物であった。古城医学校の教師には、長崎からコンスタント・ゲオルグ・ファンマンスフェルトを3年間契約で、連れてきた。小形マサ浜田・玄達らは途中で、東京大学に去ったが、 北里芝三郎は最後まで残った。民衆には圧倒的に支持された実学党政権は、しかし改革要領に定めた役人公選制や議員設置は実行できなかった。鶴崎のモーリソラクアや川上玄斎が長州藩で農民一揆と結託し追われた大楽玄太郎らをかくまい、明治3年には密定を切る事件が明らかとなった。 彼らは、処罰を受け、熊本藩は政府に目をつけられた。細川森久は藩内に、依然くすぶる、反抗の気分に嫌気がさし、明治4年3月、政府に辞意を示した。廃藩治験を目前にした政府は一旦遺留し、7月の実行を待って、これを認めた。弟で三次の森吉も同調し、辞職の上翌年にはアメリカへ旅立った。 新たに成立した熊本県の政務を実学党は維持するが、思わぬ逆風が彼らを襲うことになった。明治3年末、大分県北軍で第一期が勃発した。政府は周辺藩に陳部隊を派遣させ、熊本も軍を送ったが、当地で意外にも彼らは農民からの歓迎を受けた。一期は、日支配同様雑税免除を要求したもので、農民にとって、 熊本軍は悪性に対する解放軍とみなされた。このような減税を求める一機は、鹿児島県を除く熊本周辺の各国で1873年頃まで頻発した。これは新政府にとって、好ましからぬ事態であり、熊本県に安岡良介を派遣して、実学党を県政から排除した。中途に終わった短い期間だったが、 熊本の維新は民衆には強く歓迎された。その痕跡を10基ほど確認されている知事塔に見ることができる。現在の宇部山村や祖師を呼び、大分県にも見られる。この石塔は、地域では、地山、知事山とも呼ばれ、細川家の供養門と、村村狛江とも、河の文が刻まれている共通点が見られる。これらは、明治初期に混流されたものや、 もっと時代が下り立てられたものもあるが、いずれもかつてない減税措置に踏み込んだ県政に対して、感謝を、またはその後過熱に回った政策に、苦しみ過去を懐かしむ思いから地域が出資して、作られたと考えられている。熊本洋学校の男女共学生は、海老名男女など一部上級生の反発を招いたが、逆にジェーンズに説得されて、賛同側に回った。 女性第一期生の徳富初子と後に、海老名の妻となった、横井宮子らは、後に、熊本女学校や東京の女子美術学校創立にも、大きく関係し、女性の社会的活動を広げる役割を担った。しかし、革新的な西洋風そして、キリスト教色が強い学風は器具の目で見られた。学内は、キリスト教派と反対派に分裂し、大劇論が展開された。 さらに、指定のキリスト教義へを好ましく思わない、実学等のメンバーも、帰郷を迫った。明治9年、この状況に見切りをつけたジェーンズは、エビナ団ーらキリスト教派生徒35名を、京都の同志社へ入学させ、熊本を去った。同年9月、熊本洋学校は閉鎖された。一方の古城医学校は、私立熊本医学校。 熊本医科大学を経て1949年に熊本大学医学部となった。この医学校からは、北里柴三郎と助手の石上徹フローレンス・ナイチンゲールに影響を受けサンバ監護フ学校設立に寄与した佐伯チ一郎らが育った。1873年、新政府内では、政官論争が巻き起こっていた。 勤労党出身の宮崎八郎は上京中に政官の儀を上奏し、また台湾出兵では義勇兵を募るなどの行動をとっていたが、やがて反権力思想を強めた。彼は中江町民の民躍論に大きな影響を受けて自由民権運動に身を投じ、1875年に熊本県初の中学校となる植木学校を設立した。ここでは、 ルソーや偽造またモンテスキューらの思想を教え、また県内外にオルガナイザーを派遣する拠点ともなった。なお、八郎の弟、宮崎東天も、また民権運動に携わり、その後アジア革命に関わって亡命中の孫文を支援し、兄弟の成果に招くなどした。植木学校設立と同じ年、東京で開催された地方管議会では、地方民会のことが、 議題となり、同時に行われた、区古町会議は、民会交流のことを諮問した。この動きを受け、熊本でも、民権運動が、盛んになり始めた。これには、県政を追われた、実学党も加わって、民会解説を求める論説が、熊本新聞に掲載されるなど、世論を喚起する行動も見られた。この動きを受け、1876年、熊本県は、 臨時民会規則を制定した。これは極めて進歩的な制度であり、男子個種べてに選挙権が与えられ、選出された小区議員が、その5選で大区議員が、そしてさらに5選で県民会の議員が選出されるものだった。同年10月に植木学校は閉鎖されるが、同行によった民権運動家たちは結社を設け、運動を継続した。 林桜園に始まった金納党の一派に紙風蓮があった。彼らは宮崎八郎のように民権運動への転換からも取り残され不満を和らげるために県内の神社でカ主職を任命されるなどしていたが政府の有志先生や王家政策を常々苦々しく思っていた。そこに1876年配当令が布告され鬱墳が爆発し、 反乱を起こした。10月24日、神の信託を授かったとして、総帥大田黒友を、福祉、茅耶政権の火薬170名が集結して決起し、熊本城敷地内の熊本賃台を攻め火を放った。彼らは鎮圧され、多くが自陣、または処罰されたが、この神風連の乱は、江藤新兵らが起こした、佐賀の乱ともども氏族反乱を誘発し、 また、明治六年政変以後薩摩に下っていた、西郷隆盛の動向に注目を集める結果とも、なった。1877年2月15日、西郷隆盛立つ。熊本の不平氏族はこの方に触れて湧き立ち、西郷群に馳せ参じる者が多発した。池部吉十郎は、自習館出身者を元とする、学校等の氏族を中心に、熊本隊を、結成。 また植木学校系の民権派も共同体として加わった。その数は合わせて7000名ともされる。政府そして熊本賃台はすでに西郷反逆を迎え撃つ準備を進めていた。参謀長、谷立敵は、神風連の乱で受けた被害が未だ回復していない状況を、熊本氏族がこうして決起する。 可能性を鑑み、政府軍の主力が到着するまで、熊本城に牢城する策を採用した。武器弾薬、食料などの準備、橋の撤去や棚の設置、道路の封鎖や地雷の設置、藤崎宮など市内要所への守兵配備を急遽進め、福岡や小倉の分営を熊本に集結させるべく手を打った。19日には遺械を確保するため、 市街地を焼き払った。ところが同日午前11時10分ごろ、熊本城内で火災が発生し、天守閣などが消失してしまった。この原因については、不要建築物を取り払う賃代による自焼き説、市街地焼き払いの火が回った、炎症説、殺群スパイの放火説、逃亡した、求人の放火説などがあり定かではない。 しかし、いずれにしろ藩の歴史を象徴する、熊本城天主閣の消失には、多くの人々が嘆いた。人代も、備蓄食料を失ったため最終集に暴殺される、問題もあったが、牢状の準備は、一応整った。この火災が起こる、直前の午前8時15分には、正統例が届き、人代は、正式に、官軍となった。この例は、 県庁に掲示され、民衆にもこの戦いの大義名分を知らしめた。川尻に集結した殺軍は、石膏の存在から、官軍の方針を知り、作戦の検討が行われた結果熊本城、強襲作が採用された。2月21日先行した殺軍の一部が、熊本城東側で、守備兵と戦闘となり、攻防戦の幕は切って落とされた。 翌22日、殺軍は、熊本城を包囲し、正面と背面の両方から攻撃を仕掛けた。熊本城の弱点とされる背面は特に激戦の地となり、段山と北家坂を襲撃する殺軍1.26.7番大隊と、官軍の間で、激しい戦闘が行われた。正面でも、霧の敏明率いる4番大隊をはじめとする、部隊との銃撃。 攻撃戦となった。殺軍は本丸へ続く、わずか300メートル程度の北ッ坂を攻略できず、正面からの攻撃でも石垣に阻まれた。22日には南下する、政府軍と薩摩正隊との交戦情報がもたらされ、夜の会議で方針を転換し、一部強行手段を残しつつも、長がい策を取った。 熊本隊や日向からの部隊も加わった攻め手側と、陣代側の攻防戦は3月に入っても続き、熊本城背面は特に激戦を極めた。片山邸や旧藤崎神社には、砲弾が飛び交い、段さんは殺軍に占拠されたが3月13日に、官軍がこれを奪取した。また殺軍は城内に離反を促すヤブを放ったり、 つぼい川と伊勢里川の合流点をせき止めて、城の周囲に水を張る作戦を取り、牢城側をじわじわと攻めた。しかしその頃、黒田清隆の検索が採用され、政府は直死後衛兵を中心とした別道、第二旅団を長崎から差し向けていた。3月19日、雛なに上陸した部隊は、八代城を抑えた。殺軍は、 長山八一郎を指揮官とする部隊を送ったが、官軍は31日には、松橋瀬を落とした。4月に入り、熊本城では、兵糧の減少を危惧した谷が、植木方向への出撃を試案した。しかしこれは、参謀の蒲山助則らの反対を受けて取り消され、南から接近していた、政府側小瀬軍との連絡を試みることとなった。4月8日、 特加子遺体が、薩摩の包囲網を突破し、宇都で、政府軍と合流することに成功した。政府軍は12日に、三船、交差を一斉攻撃し、14日には川尻まで、進軍した。さらに、陸軍中佐の山川博は独断で部隊を進め、ついに老城軍との連結に成功した。こうして、2ヶ月にわたる、熊本城攻防戦は、 死者773名を出して決着し、加藤清正が新血を注いで築いた、熊本城は、初の戦で、その堅牢さを証明した。田原坂公園の慰霊碑には、官軍、殺軍双方の兵士が平等に祀られている。田原坂には、官軍、殺軍兵士の墓地が点在している。一方、2月22日に、植木で、野木真レス家率いる。 政府軍と接触した、殺軍正隊はこれを吸収。官軍を配送させ連隊機を奪いもした。翌日も両軍は交戦し、一時退却を試みた、官軍を追い殺軍は攻撃をかけた。福岡から南下中の第1.2両団は一個中隊を急がせ25日には高瀬を抑えた。同日午後高瀬川を挟んだ戦闘となったが、この際には、 官軍は持ちこたえて殺軍は退却した。26日反撃を開始した官軍は、不評第14連隊が、田原坂まで敵を押し返した。だが、兵糧不足を理由に、退却の命が届き、しぶりつつも連隊は引き返した。この時官軍が退却せず田原坂を抑えていれば、後の生算な戦いは防げたのではと指摘されている。二月十二日深夜、 政府軍の動向を知った、西郷隆盛ら殺軍首脳は、長が恋策に転じ、軍を分けて北へ兵力を差し向ける決定を下した。北から熊本へ向かう道は三つあり、山川から南下するルートには四番大隊、高瀬から田原坂を越える駅に至るルートには一番、大隊、吉次越ルートには二番大隊と六点七、連合大隊が当たることとなり、二十五日に出発した。 一方、殺軍の動きを察知していた政府軍だが、慎重な山形有友はすぐに攻撃を支持せず、体制整備を優先した。第14連隊とこの F 票第1連隊の一部を田原坂方面に、残りのこの F 票と東京、大阪近代兵を吉次峠方面へそれぞれ配置し、3月3日に進軍を開始した。3月4日、 田原坂に総攻撃を仕掛けた政府軍は天然の要害によった殺軍の一斉射撃を浴びて思うように進めない。吉次峠はさらに生産で畑には死体が積み上がり側溝には血が溜まりおびただしい銃弾のせいで木々は蜂の巣のようになった。殺軍も下原国元が戦死するの息は衰えず敗走する官軍は吉次峠を 地獄峠と呼んだ。翌日から一部隊を吉次峠に残し、政府軍は田原坂に集中、一進一退の攻防が続くことになる。軽視抜刀隊の活躍によって少しずつ戦局を有利に進めた。政府軍は雨の3月20日に総攻撃を仕掛けた。砲撃と雨に強い後相指揮スナイドル銃外力を発する官軍に対し、殺軍が主に用いた。 エンピール銃は雨に弱く、さらに弾丸にこと書いて、付近住民が拾い集めた弾を買い集めたりする状況の中、田原坂を突破され交代を余儀なくされた。記者として従軍した犬飼武氏は、激しい銃撃戦のために、木々や電柱が砕け散った模様を伝えた。田原坂に入った山形有友は、その攻めがたい急瞬差と、強作さを実感し、 将兵の死に涙を流したという。3月21日には、山賀の4番大隊も破れ、交代した殺軍は植木、木止めで官軍を迎え撃った。一進一退の攻防が続いたが、やがて政府軍が優勢となり、殺軍は、ヘンデニア、オギハ様まで尻く。この頃には、政府軍がドイツから購入していた、風船爆弾投入に乗り出したとの説もある。 しかし戦局は、後着に陥り、官軍内では迂回して進軍する案も出された。しかし4月15日午後1時、熊本城と、小瀬軍の連絡を知った殺軍は、撤退を始めた。西郷隆盛が本営を置いた長国寺殺軍は、熊本平野東部の小山に拠点を移し、兵を配置して、官軍と対峙した。ここでも両軍は拮抗するが、 官軍が三船と大津を抑えたことを皮切りに優勢に立ち、4月21日に、殺軍は、人吉への退却を始めた。28日に、殺軍は、再集結し、最後は、長国寺に入って、本営を置いた。ここで体制を組み直す計画が練られ、食料確保や、弾薬製造のために、住民の徴用や課税まで予定され、2年間は、 各挙する目論みが立てられ、同時に兵力を分散させる作戦も取られた。しかし、政府軍は、東の高大方向、北の五木村、西の熊川下流という三方向から攻め、5月30日に、人吉への総攻撃を開始した。6月1日未明、市外に入った官軍が放つロケットに、夜の町は燃え上がり、殺軍が、 人吉城市から撃つ大砲の弾が降る中、両者の白兵戦が繰り広げられた。殺軍は、熊川の南に退却し、橋を落として、政府軍を防ぎ、砲撃、銃撃が、両岸から浴びせ合う状態が続いた。午後になり殺軍は、退却を始めた。以後、西郷と殺軍は、政府軍の追走を受けながら、宮崎、延岡などを転戦しつつ、9月24日、 鹿児島の城山で壊滅した。この戦争で被害を受けた一般人の死傷者数は300を超え、1万個以上の家屋が被災し、記録はないが、高地などもひどく荒らされた。理災した一般人には、弔い裁量や手当金が支払われ、家屋被災についても助成金が支給された。宮崎八郎は戦死し、共同体として参戦した金の系統は、 一旦途絶えた。熊本隊として加わった学校等もなりを潜め、熊本は中央政府主導の県政が敷かれることとなった。本校では明治初期の県名を一律に熊本県と表記しているが、1871年7月14日に始まった廃藩地県では、旧来の藩に対応する3つの地域が置かれ、その前後に、 名称変更や合併などを繰り返していた。大政奉還が行われた1868年、九州の各転領は新政府直轄地となり、天草地方も1871年うる4月25日に富岡県となった。この県名は6月10日には天草県へ変えられ、8月29日には長崎県の一部に編入された。 1871年の廃藩地検実施当初、熊本藩は、熊本県、相良藩は、人吉県とされたが、肥後南部を統括する県庁が8台に置かれる。決定に伴い11月14日には、人吉県は、八代県に改名され、これに、天草地方が編入、メラ地方が、宮崎県に移された。同様に、熊本県も設置される。 県庁の所在地から1872年6月14日に、白川県と名称が変わった。1873年1月15日に、両県は合併して、白川県に一本化され、県庁の熊本城への移転を経て、1876年2月22日に、現在に至る熊本県へと改名された。明治4年制定された。 古籍法に基づき翌年人身古籍が編成されたが、これに伴い古町、区長が置かれた。熊本県の場合、彼らはすべて幹線で任命されたため、民衆との信頼関係は弱かった。1873年実学党政権崩壊と、地租改正以降民費は増大の一歩をたどり、不満を抱えた農民は、麻生地方などで打ち壊しなど地租改正反対一揆を、 たびたび起こした。これには、民権運動が関わり、古苦調公選化を求める声が強まった。1878年愛国者が再建されると、熊本でも、西南戦争での懲役刑を終えた者たちを、吸収しつつ、民権運動家が連帯して、総愛者が設立された。これは、翌年には、国会規制同盟の一員に、改組されていくが、基本的に創設時の、 総愛者主意書に基づく行動を取った。総愛者でも、市議憲法作成が行われたが、なかなか議論が収束せず、発表に至ったのは1881年だった。一方、同じく西南戦争熊本隊に加わり捕獲された、笹友房が帰郷すると、1879年同心学者を設立した。ここには、旧学校等など、 保守勢力が集まっていった。笹は、井上武志らの助言を受けて紫倉会を設立し、民権運動取り込みを画策する。しかし度重なる論争の末、1881年設立時の民権派参加は、実学党のみに止まり、これも2ヶ月後には脱退した。明治14年の政変後、板垣大輔らが自由党を設立すると、 熊本でも民権経験者の組織化が進み、1882年、九州改新党が結成される。これは一度回答されるが、九州連合同志会などを経て1890年に結成された立憲自由党に引き継がれていく。そしてこれは、1888年に改組されて、熊本国憲党となった保守勢力の紫倉海と県政を二分する。 勢力になっていった。この対立の模様は、日後の議論倒れとも呼ばれる、熊本人の気質を助長する一つにもなった。熊本大学後後期年間、1890年の第五高等中学校新設キャンパスを今に伝える。1886年発布された、中学校例に基づき、 福岡や長崎との誘致合戦の末熊本に第5高等中学校の設置が決定した。翌年、旧熊本洋学校や古城井学校の校舎を用いて開校し、1890年には黒上村の新キャンパスに移転した。1894年からは高等学校令により、第5高等学校となった同校では、ラフカディオハーミや夏目漱石が教鞭を取ったことでも、 知られる。1884年、ウト半島先端の三隅町では、国主導の国際貿易港整備が始まり、3年後に三角港として開港した。これに関連し付帯工事として、鉄道建設も計画され、1886年には、文字三角間の敷設が許可された。これには、松方デフレ収束と、企業活動の活発化を背景とした、 鉄道対暴論の盛り上がりがあった。1891年7月1日、長須駅、高千駅、植木駅、池田駅を経由して、熊本駅までつながる鉄道が開設した。池田駅と熊本駅は、市外よりも、かなり西側に設置されたが、これは、純粋に、用地買収問題によるもので、鉄道機械論の影響はなかったとされる。鉄道は順次延伸され、 1908年には、人吉駅まで付設された。これは、人吉藩が老家出身の渋谷レーラー有志による、誘致運動が吉見をそうしたもので、後に、文部大臣となった、長谷場住高が押した、海岸線ルートが採用されなかった背景には、軍部の意見もあった。熊川沿いの鉄道路線は、地域住民の足として、また観光コースとしても賑わった。翌年には、 鹿児島県までの路線が開通し、スイッチバックや日本初のループ式路線が採用された。明治政府は当初キリスト教信仰を解禁しなかった。だが1868年から1873年の弾圧をアメリカやイギリスから激しく非難されると政府はキリスト教不況を認めた。しかしこの認可は地方まで。 速やかに知らしめられたわけではなく、天草の人々は長崎、神の島の漁民からこれを聞いた。1876年、大江住民15人、翌々年には、大江や、佐吉住民14人が、熊本県令に、キリスト教義へを届け出たが、県はこれを受理しなかった。それどころか、葬儀を、キリスト教式で言ったとして、佐吉の住民が処罰されるなど、 地方政府ゆえの無理解もあった。しかしやがて天草に宣教師が向かうようになり、キリスト教への理解も進んだ。1892年天草に赴いた、フランス人シンプルドビコガルニエは、50年にわたり、天草での布教活動を続け、大江天主堂建設や、個人の建設などに尽力した。彼は、フランス五朝で、パーテルさんと呼ばれて親しまれつつ、 1941年、その生涯を天草で閉じた。西南戦争を戦った熊本鎮大は、1888年に、第六師団に改組された。熊本市がその永住地となり、師団司令部が置かれた、熊本城を中心に、周辺には、不評連隊や騎兵大隊、また、砲兵連隊が置かれた。日清戦争や1902年の天皇を迎えた。 軍事演習などを経て、熊本市は、軍都としての性格を強めた。日露戦争で熊本は捕虜を収容する、場の一つとなり、大江市か氏の連兵場などに、約5000人を受け入れた。この中には、後の作家、アレクセイ・ノビコフイコール・プリボイや、革命運動家、ニコライ・ラッセルらがいた。以後の15年戦争においても、熊本は重要な軍事拠点であった。このように、 戦時体制を支え、自らも成長する熊本市だったが、この二つの兼ね合いに問題が生じた。西南戦争で焼け野原となった市の中心部に置かれた山崎連平城が交通を分断し、発展を阻害する要因となってしまっていたことが1881年頃からクローズアップされ始めた。世論を考慮した陸軍省は、工平隊や藤崎大兵舎などを、 トロクや大江村へ移転したが、肝心の連兵場は、手付け風のままにされたため、移転要求はくすぶり続けた。1891年2月22日付、熊本新聞は、この連兵場移設問題が放置されている様を、熊本市内三馬鹿の第一と通列に批判した。1897年に、熊本市会は、陸軍大臣に移転の要望を提出し、 陸軍側も施設拡張が限界に達していた事情もあって、幾度もの交渉の末これを受けた。翌年から連兵場が大江村に移転される諸工事が始まったが、これは熊本市の負担とされてしまった。市街地に広大な用地を得た熊本市は発展に向けた都市計画を実行に移した。連平場跡地は縦横の道路が整備され、連平町や 当時の市長、唐島各の姓から取られた唐島町などが置かれた。ここ一帯は新市街と呼ばれ、一大繁華街へと発展してゆく。市内の公共交通機関として、1907年には、熊本軽弁鉄道が開業した。これは、大正時代に、熊本電気鉄道を経て、熊本市電へと変わっていった。また、用地には、 中央館長ので先機関設置を誘致し、その先駆けとして1911年には、現在の桜町バスターミナルがある立地に、タバコ専売局が建設された。膨張する都市をまかなう、上水道の整備も行われ、1924年には、八景水谷や立田山を水源とする、上水道網が完成した。この突整備、市電敷設、上水道整備は、 近代熊本市の三大事業とされ、都市発展の基盤づくりが完成した。第二次世界大戦中、熊本県が初めて直接空襲を受けたのは1944年11月21日、熊本市に飛来した80機の B29 によるものだった。翌年7月1日深夜には154機の B29 が飛来爆撃を行い、 熊本市街地の3分の1が焼け野原になる、熊本大空襲があった。住居1万戸が理災、実態は不明だが300人以上が死亡した。戦後、森林の乱発と河川整備の遅れによる水害が、毎年のように、日本各地を襲ったが、熊本県も、例外ではなかった。百四十九年の樹立台風及び、ラ台風、翌九百五十年には、 ひ地や台風で熊川が氾濫にし、人吉市や八代市が被害を受けた。さらに1953年6月の昭和28年日市日本水害では、筑後川をはじめとして、北部九州のすべての河川が過去最悪の洪水を引き起こしたが、熊本県では、菊池川や白川といった、県内北部の河川による洪水被害が甚大であった。熊本市の白川では、 阿蘇の爆発のヨナが混じり、レードが混入、復旧に時間を要した。なお、熊本ではこの水害を、通称6.26水害と称している。河川を管理する建設省は、こうした水害を防ぐために、ダムによる打ち水を計画、熊川に市房ダムを1959年、完成させたのを川切りに、緑川に緑川ダムを、菊池川には、 支流の狭間側川に、流門ダムを建設した。現在は白川に縦のダムを建設している。また、河川法が1964年に改正され、県内の河川の内菊口川、白川、緑川、熊川の4河川は、国が管理する一級河川に指定された。熊群相良村の川辺川ダム建設予定地。計画発表から40年以上経ってもダム建設に、 着手していない。こうした、治水事業、特に、ダム事業は、不祖伝来の土地が、永久に固定に沈むことで、地元の反発は大きいものがあったが、熊本県では特にこうした反発が強かった。その一つは1959年より、筑後川上流に建設が計画された、松原ダムと下請ダムに対する地元阿蘇郡小国町住民による、ダム反対闘争。 八の巣城紛争である。事業者である建設省の強権的な態度に反発した小国町の住民、室原智之は下請けダム建設予定地に取り出を築き、水没予定地の住民とともに建設省に対して猛然と抵抗した。この紛争は1960年には大執行水中乱闘事件にまで発展する流血の事態となったが、 1970年の室原の死によって幕を閉じた。しかしこの事件はその後の国による河川行政のあり方を大きく転換させ、1973年には水源地域対策特別措置法が制定されて、水没住民の生活再建などが法律によって義務化され、住民の許可がない限り、ダム事業は着手できないという不分立を形成した。 そして現在、熊本県最大の公共事業として、全国的に問題になっているのが、熊群相良村と、五木村に建設が計画されている川辺川ダムである。1966年に計画が発表された、このダム計画は、完成すれば、熊本県最大のダムとなる。だが、五木村、相良村の反対運動、さらに1990年代以降の、 公共事業見直しの風潮によって、計画発表から40年以上経過した現在も、工事には着手していない。2001年には、当時の塩谷義子熊本県知事によって、川辺川ダム住民討論集会が開催され、ダム建設の是非をめぐって、活発な議論が交わされた。この間事業費の増大に耐えかねた川辺川、熊川流域の農家が、 川辺川り水訴訟を起こし、事業計画の取り下げを訴えこれが2003年に、福岡高等裁判所で認められると、2007年には、川辺川ダムに灌漑事業者として、参加を予定していた、農林水産省が、ダム事業から撤退を表明。同時に、水力発電事業に参加を予定していた、電源開発も、事業からの撤退を表明。 川辺川ダムの事業意義が問われるようになった。流域自治体の五木村や八代市、熊村などは、ダム事業の早期推進を訴えているが、人吉市と相良村、そして熊本県は反対、計画の白紙撤回の姿勢を示しており、今後ダム計画が存続するかどうかは、事業者である国土交通省の対応にかかっていると言われている。なお、 塩谷熊本県知事在任中に熊川に建設していた県営の水力発電用ダム、荒瀬ダムの撤去が決定されていた。施設の老朽化による維持費捻出困難がその理由であり、2010年に水利権が執行すると同時にダムは撤去される予定であった。こうしたダム撤去は日本初のケースとして注目されていたが、 2008年6月4日、塩谷知事の後を継いだ、樺島育夫知事が、撤去に伴う費用が増大し、費用対効果に疑問があるとして、撤去を凍結する方針を発表した。しかしこの決断に対し、長年ダム放流による振動や冠水、井戸枯れの被害に遭っていた、流域住民から、怒りの声が上がり、国交省は、推理権更新を認めず、知事は、 凍結方針を撤回する。2012年からダム撤去工事が始まっている。古代から豊かな農産物で知られた日後では、近代そして現代熊本となっても農業が有力な産業であり続けた。明治新政府は、植産工業の一環として1893年農商務省、農事試験場九州市場を熊本にも設立し、1911年に、 設置された県立の農事試験場ともども、養蚕業、イグサ野菜類や茶などの栽培や、試験などを主導した。戦後になっても熊本は屈指の農業圏であり、従事者数や農業、畜産生産額は全国でも高い水準にある。特産品としては、1991年から出荷が始まったデコポンなど柑橘類、トマトやスイカ、 出荷時期が他地域よりも早いアンデスメロンなどや、熊川流域の寒暖差を利用した、プリンスメロン等が知られている。しかし近年は、担い手不足や、台風などの自然災害、また、輸入農産物との競争激化などの問題が、顕在化し、県は2001年に、熊本県農業計画を策定して、農業の将来展望を開く対策を行っている。 熊本県の就業人口比率を見ると、全国平均の2倍を上回る第一次産業に対し、第二次産業比率は平均を下回っている。熊本初の近代工業は、実学党政権下の明治初期、諮問された洋産業振興策にのっとり1875年に設立された緑川製市場に遡る。産の一つ、そして、 氏族史女らが助行として働いた。製紙場は当初こそ粗末な町工場に過ぎなかったが、順次規模や設備を充実していった。製紙場は1881年の横浜キートニア預かり所事件の煽りを受けて廃業したが、1893年には熊本製紙が、翌年には八代で熊本宝石が設立された。これらの企業は、 現在に名脈をつないでいないが、日本の製紙、宝石産業を支える一翼を担った。1964年に、新産業都市建設促進法が施行されると、地区指を受けた熊本でも工業化が加速された。特に九州には大手半導体企業の進出が続き、熊本にも一貫生産や、組み立て、パネル企業の工場が建設された。 これらの動きを指して、九州をシリコンアイランドと呼ぶ向きもあったが、その実態は、企画や設計機能が伴わない生産に変調したもので、頭脳なき拠点とこき下ろされる一面もあった。オイルショックによる低迷の後、熊本県はテクノポリス構想を打ち上げ、1983年に制定された。 高度技術工業集積地域開発促進法にのっとり翌年に全国で9カ所指定された山岳中の調和を目標とした地域創設の一つ、熊本テクノポリス建設に乗り出した。自動車や重化学産業には遅れた熊本は半導体に焦点を絞った産業誘致政策を進め一定の成果を上げた。しかし、競争激化や景気交代による 半導体不況もあり、県の製造業総出荷額も落ち込みを見せた。企業進出を促す助成金や税制優遇は九州でも高い水準にあるが、全国的には必ずしも目につくものではない中、県はセミコンフォレンス構想などインセンティブを高める施策を打ち出している。近年熊本に進出した企業は、その理由として豊富な水資源や、 九州の中心やアジア地域とのアクセスなど、地理的条件等を挙げている。熊本県には豊富で、ダイナミックな自然や、歴史的建築物、また数多い温泉地などがある。しかしながら、黒川温泉のような成功例を除けば、現実は観光地としての魅力に欠き、宿泊客や観光消費総額は伸び悩んでいる。 2011年に全線開業が予定されている九州新幹線には市場拡大や観光客増加への効果が期待されているが、その一方で空洞化を懸念する声もある。観光立県を目指す熊本には、他地域との差別化やホスピタリティの向上、また広報活動などが求められ、それらの実現に向けた具体的取り組みも行われている。 1908年11月水俣市で稼働を始めた日本窒素肥料株式会社はカーバイドを皮切りに肥料である石灰窒素そして硫酸アンモニウムへと事業を拡大していった。飾れ式アンモニア製造法を確立した1926年、日筆の元社員、坂根次郎が町長に就任、工場長ら関係者7人が町会議員に当選し、 調整への関与を始めた。これには、1923年の水害発生を受けて、都市災害対策に主導権を発揮するためとされたが、一方で1918年以来続いていた、排水をめぐる漁業組合との保障問題を、政治的に解決しようとする意図もあったという。漁業保障を排出水についての苦情を永久に、取り下げることを条件に、 未埋金を支払って決着させ、日筆は、排水を継続した。1930年頃から日筆水俣工場は、主製造品を、アセトアルデヒドを原料とする酢酸、酢酸エチルなどに転換した。この原料を製造する過程で、第二硫化水銀触媒を使用する工程で毒性が、高いメチル水銀が生成された。日筆は、処理を行わず、 排水を水俣湾に放出し続けた。この結果、1941年に初めて水俣病患者が発生した。戦時中の空襲で工場は破壊されたが、戦後復興し、再び排水放出は始まった。1932年から1968年までの間に放出された水銀量は200トンに上る。水俣の 奇病が公式に発見されたのは1956年。これがメチル水銀を原因とする旨の認定がなされたのは1959年であった。しかし、1963年には水銀が水俣工場の排水に起因すると指摘されたにもかかわらず政府がこれを認めたのは5年後だった。1969年から始まった患者による訴訟が 和解締結によって、決心を見たのは1996年であり、唯一続いていた関西訴訟も2004年に決心し、国と県の敗訴が確定した。日本思想史研究家のビクター・コッシュマンは、水俣病患者の英訳に、ペーシェントではなく、サファラーという単語を選択している。ここには、水俣病は、医学的問題だけではなく、企業や行政倫理を呼び、 社会構造の問題でもあるという彼のメッセージが込められている。水俣病患者は現在でも病気との戦いを強いられている。参考文献の書籍内で提示されている出典を示しています。ありがとうございます。